一週間の時を経て、あの興奮が帰ってきた。オールナイト埼玉、いよいよファンファーレです。さあ各パーソナリティゲートイン完了、スタートいたしました。今日はね、うん、はい、あのリスナーさん、ズームで聞いてるリスナーさんは もしかしたらわかるかもしれないんですけど、うん、もう役者がね、うん、たくさん揃ってるということでねえということでございますけれども、はい、もうね、いやあれですね、もう多い人数でやった方が楽しいことはやっぱりあれですかね、バーベキューですか？あ、いいですね、食べたい、いいですね、トウモロコシ焼きたい焼きたい、焼きたいね、いいね、季節がね、いやー、きついですね、焼きたいですけど、ね、あれですよ、あの、ある、あれですよ、炭の中にアルコールぶっこんじゃいけないですからね不謹慎すぎる大炎上とか、ね、大炎上とか、ね、炎上通り燃えちゃいますから燃えちゃうから危ないよ、ね、危ない、やめてください本当に、あ、いや本当 ね、あれなんか、うん、俺あんまりキャンプとかさ、バーベキューとかあんまやったことないんだけどさ、言うほどいっぱいやってないけど、うん、あれなんかやっぱりその着火剤ってさ、うん、あの、なんか基本はその着火剤をしっかりこう染み込ませたとか、うん、塗った炭を一番下に置いて、うん、でその上にあの細かく砕いた炭をバーッと敷き詰めて、でそれに火を起こしたらまず失敗しないらしいですね。そうなんですか。今もうなんかチューブの着火剤みたいなのすごい出回ってますもんね。液体がありますね。でだから、便利なのありますよね。でそれをだからその着火剤うまくその火が起こせなくて、その基本に忠実にやらないもんで、あの、うまく起こせなくて、で着火剤を追加投入ってやるから、うん、ああいうことが起こる。うんうん、あ、へえ、爆発しちゃうんですか。そうなんだ。あれ簡単に爆発するらしいですよ。怖いんだね、はい、気をつけなきゃ。いやでもなんか簡単にそうやって火を起こせるものがある中で、うちの家族はあの炭を一から火をつけてます、うんおおすごい時間をかけて新聞とか使ってるんですか普通のなんか棒でクリクリクリってやって、あ、そうクリクリクリってクリクリクリって棒でクリクリマジ？マジ？小学校の時はやってないよ。あ、それはそこまではやらない、火起こしはやらないですけど、いやそれ火種作ってる。おいすごい、それガチですね、まあ、マジでやってんのかと思ったじゃんかよそれはちょっとね、そうちゃんとあの炭をあの穴掘って、うん、その炭バーってやって、うん、火見てこう、うん、なんだっけ、うちわで仰いで、うちわで今じゃ今うちわが出てこなかったそうそうなんです、ちょっとね、うん、はい、スピードが波がありますね炭のように遅い時もあります。いやいや、うまいこと言ってる、全然うまい、ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、炭、ね、がね、ちゃんと出来上がるまでの、ね、時間がかかります。炭が出来上がるまで、うん、何、はい、ちゃんと炭に火がつくまで、はい、あ、そうですか、炭から作るのかな、作らないダメで、1日かかりそう1日じゃ作れねえよ、炭はあれ1週間ぐらいかかるんですか。かかる。そんなに
そうか、そんなにかかるんだ。かかるんだ。すいません、舐めちゃダメですね。舐めません。そうそうそう。今日なんかいろいろ突っ込みどころあって面白いな、なんか。ね、はい、バーベキューシーズンですからね、気をつけてもらって。ね、で、他の皆さんはどうですか、うん、多い人数でやってるの。そうですね。多い人数、カラオケかな。あ、カラオケ、あ、カラオケいいね。うちカラオケもありますよ。いいね、カラオケもありますよ、歌さん。カラオケもありますよ。出てみたいね、一回、日付が合えば。あ、結構歌さん歌う、歌うんですか。もうずっと歌ってない。あら、あら、そうなんですね。10年以上カラオケ行ってないから。歌さんな、歌さんなのに。歌なんですよ、歌わないと。歌だけにっておいのな。歌だけに、歌わない。ハマちゃん、ちょっとやっぱり切れ味が今日何なんだよ、ちょっと切れ味が素晴らしい。切れ味が良くないっていう。今日ちょっと何、今日これ焦点なの今日。やっぱりねえ、マジで、うん、マジで番組変わっちゃったじゃん。以上は、ね、登場です。パワーアップしましたね。パワーアップしましたね。パワーアップしてます。はい、はい、で、その絶好調の浜ちゃんはどうなんですか。はいはいはい、やっぱり僕はあの多いんで、じゃあ人生ゲームですかね。人生ゲーム多い人数でやった方がいいですね、あれね。確かに確かに。人生ゲームね。つまんないですよね、二人とかだとね。いや、二人じゃつまんない。それは二人じゃつまんない。そうだ、ね。そりゃそうだ。人生ゲームってそんなに大人数できるものなんですか。いや、できますね。できるできる。8人ぐらい、8人ぐらいできる。そんなにできるんですね。そう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 。なんか一回やってみたくなったね、その。最近ね、俺らで。最近ね、令和の人生ゲームとかあってね、うん、ある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 、いろんな、昔と違っていろんな新しいのが AI になんか捕まるとかなんかね、いろいろあって、ね、最近のやつは面白いんですよ、うん、そうですよね、今時な、ね、うん、感じでなってます。そう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 、だってあれだよ、あのうちの学校にさ、あの、うん、あれだよ、あの SDGs 人生ゲームってやつあるよ。ありますよね、すごいすごい、あるある、うん、阪神タイガースの人生ゲームっていうのはあって、そうなの？そうなの？すごい、山が六甲山とかになっちゃって、山が六甲山とか、まあ、中身は分かんないけど、あの、あれだね、じゃ買えないから、面白そうだね、なんかね、六甲おろしを歌いすぎて一回休みとかね、あるかもしれない。岡田監督が出てくるんじゃないですか、まあね、うん。くだらねえな、くだらねえ くだらねえな、ほんとな、こんな、こんな、もうなんかいつも以上になんかくだらないオープニングになってますけど、そうなんで大丈夫なんですか、大丈夫なんですか、はい、大丈夫だ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 、びっくりしたもん、ほんと、ちょっと今ちょっとなんか時計見ながら油断してたよ、俺どこでトークを切ろうかなとか考えてたけど、うん、はい、また突っ込んじゃいました。すいません、ぶっ込みました。ぶっ込んだね、はい、ね、はい、で、じゃあなんかえっちゃんに喋らせるとあれだからさ、はい、最後ほら、おがちゃんは何僕、そうね、大人数やっぱりクイズ大会とかやってみたいですよね、なんか、あーいいよ、でもニューヨークへ行きたいかーっつって、あーなんちゃらやまーみたいなね、そうそうそう、出てんねん、あのほら大人数だとさ、岡田さんあれ持っていて、あのクイズのボタン、はい、押し込む、気に入ってますよ、あれとかでやりたいよね、持ってますよ、おい、あー、いいね、持ってますよ、いいね、最大10人までできますよ、すごい、あ、そうなんだ、うん、どんだけ持ってるんですか、すごい、それ全部さ、あの、うん、学校の、あの、うん、あれで使うからっていうんで買ったんだけど、うんうん、あの要はさ、予算が下りないから、あの自腹切って買ったんだよ、うん、そんなだって、そんなので教育予算下りないじゃん絶対。ピンポーンだってね、あの、ここの問題ですとかってやればいいのにね。ねえ、そうですよね、いや、なんだけど、そうですよね、なんだけど、そんなのね、申請出したって下りないに決まってんだって。いや、個人で買っちゃえと思って、それ使えそうですからね、そうなんだ、ね、
はい、ということでですね、はい、今日もわちゃわちゃの人数多くなると絶対こうなるんだよな楽しくいきましょう、楽しくいきましょう、はい、ということでタイトルコールいってみましょう。今夜もワイワイ盛り上がっていきましょう。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。今日は何分延長するのかドキドキのおがちゃんです確かにそりゃそうだな、そりゃそうだな、はい、日本一の、パワハラパーソナリティーミカです。ピーな感じですね、ピーな、まあ、今日は瓶入りコーヒー牛乳飲んでもほっこりしたという月一パーソナリティの歌です。あげてましたね、そういえば、うん、フェイスブックにあげましたよ、さっきミルクスタンドのそうはい、はい、日本一のおせっかいおじさん月一パーソナリティの浜ちゃんでございます。浜ちゃんでーす、私の地元山梨県大月市は30度超えでぐでたまのように溶けています。月一パーソナリティのえっちゃんです。すごい、はい、今の音楽は何だったんだろう、ぐでたまね、ぐでたまぐでたまになってるね、そうぐでたまなんですよ、ぐでたまたまな感じですね、はい、はい、さあ頑張りましょう、さあ頑張りましょう、さすが遅れてきた JK ですね、永遠の JK ですね、そうなんです、はい、恐れ入ります、ありがとうございます、はい、それでは豚もおだてや木に登る究極の素人ラジオオールナイト埼玉。この番組は埼玉市を拠点に生活するおがちゃんとみかどさん、はまちゃん、足立区を中心に活動するうたさん、そして山梨県は大月市で活動する遅れてきた JK と自分のようになった私えっちゃんがそれぞれの自宅とサテライトスタジオキーステーションにオンライン会議ツール Zoom とライブ配信ツール Facebook ライブを使って全世界に生放送でお送りしております。なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でやってますので、こちらもぜひお楽しみに。いかに誘われて、はい、JK だからね、はい、16ってことね、そうだそうだ、はい、うん、だからこれかけたんだよ、ありがとうございます。まあ最初ちょっとボリュームを失敗しましたけど、この曲か、はい、はい、はい、ということですけれどもですね、はい、はい、で、まずはですね、まあ、今週、はい、あれこれ浜、あ、そうだ、今日は本当に盛りだくさんでございます。本日のコーナー紹介を浜ちゃんからお願いします。ダメだ、ツッコミ役がいなくなった。まずはいつものマスター君のマスターピースをお送りした後、はい、21、25分頃からはゲストコーナーのオールサイオールナイトサイト。オールサイトはちょっとダメだね。プルーブー。いつの生徒感じゃん。ゲストにエッチャーと同じくパーソナリティをされているコレッチさんが登場いたします。はい。はい。コレッチさんへの質問、メッセージもお待ちしております。はい。もう、はい、コレッチさんは本当にお世話になってますからね。我々もお世話になりました。お世話になっております。お世話になっております。本当に、あの、夢の種放送局の、ラジオパーソナリティでもあり、うん、PA スタッフさんでもあるという。あ、ね、すごい。はい。そうなんですよ。時間伸びたら怒られてるかもしれないですよ、今日。そうですね。困りますね、本当に、ね。はい、巻いて巻いてとか。もう、うん、はい。巻いてお願いします、みたいな感じ。厳しめ、はい、厳しめで、はい、厳しめで来るんじゃないかなと思ってますけど、そうなのかな、まあそんなことないですよ、そんなことないですよ、はいはい、
はい。押さないように、じゃあ次のコーナー紹介は、うたさんからお願いします。はい。はい、VIP ルームに続きまして、22時5分頃からだと思います。はい、今回もあります。ケンジ浜口の滑らない話。はい。ありがとうございます。はい。いろいろなもうね、旅行やら議員さんやら経験している浜ちゃんが選んだ、はい。珠玉のエピソードトークで爆笑必勝。必須だ。うん、いや、はい、はい、リスナーの皆さんも投げた、お笑いしましょう。投げた、投げた、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや、もうなんか今日はいつも以上にグダグダですけど、もう漢字読めなくて。大丈夫です。多分私も間違えてたと思います。慰めになっちゃダメんだよ。ということで最後のコーナー紹介、浜ちゃんから。はい、22時25分頃からは藤井巨人をてっちゃんスタイルでございます。はいはい、参りました。はい、このね、鉄道初心者のパーソナリティ陣とリスナーの皆さんに藤井教授がご案内。今夜はどんなテーマをお届けしてくれるのか楽しみでございます。そうですね、もう、はい、今回もですね、はい、もう本当にあの鉄道のですね、トークが炸裂していくんじゃないかと思います。本当に今日、うん、どんな話題になるのか本当楽しみに、しておりますので。そうですね、はい、はい、というわけでですね、今週はミニコーナーを含めた3本立てでお送りいたします。はい、はい、イエーイ。さて、最後に今週の選曲テーマですが、今週は心が乾いてるんだです。はい、はい、はい、これはなんでこのテーマになったんでしょうか。はい、私決めたんですが、今日は砂漠化および干ばつと戦う国際デーということで、はい、そうなんだ、ね、なるほど、環境問題を考えながら、そうだね、まあ、環境もあるんですけど、うん、まあ、なんていうかね、うん、普段こう、まあ、6月になりまして、うん、忙しくて大変って方も多いと思うんですが。うん、ああ、5月病の延長戦みたいな。そう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 。うん、ね、うん。あの、日々の渇きに癒しようということでね、今日はそんな曲を選んでいただけたのかなと思っております。はい。イェイ。はい、はい、というわけでですね、まだまだリスナーの皆様からのリクエスト曲もお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。はい、投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式 Twitter の DM、 公式インスタの DM、 それから YouTube 公式チャンネルに上がっているアーカイブ動画にコメントでお寄せいただいても結構です。 Zoom でお聞きの方はチャットに、 Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。ということで、投稿が採用された方にはハンコステッカーをお送りしますので、ぜひぜひ投稿よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今週の選曲テーマは心が乾いているんだ。乾ききった心もあなたがいれば辛くはないわ。1曲目は前川清、東京砂漠。はい、聞いていただいております。前川清さんで東京砂漠でございますけれども、いいですね、声量がね、声量がすごいですね、またね、これ、いいですよね、確かに。あなたがいれば、なんか、演歌の花道を見てたような感じ。またこのネーミングもいいですよね、東京砂漠ってね。東京砂漠、これがいいですよね。染みますね。そうですよ。心に染みる一曲でございましたという感じでございますけど、また三角さんのナレーターがうまいですね。ありがとうございます。そうですよね。うん、もうとても、ね、とても2分で考えたとは思えないでしょ。わかりますよ、本当に。はい。いや、ということでですね。はい。まあ、1曲目、なかなか良かったんじゃないかなというふうに思っております。聞いていただきました。前川清さんで、東京砂漠でございました。イェーイ。はーい。時刻は21時20分を回りました。お知らせの後は、マスター君のマスターピースです。私、ミッコが所属するユニットミルクデイズの本屋内ライドコレクションが発売中です。屋内をゆっくり走るアトラクション屋内ライドを40個紹介。メルヘン、冒険、ホラーなど様々なテーマのライドに加え、シューティングなどで遊べるライドも載ってるよ。
この本を持って遊びに行こう。詳しくは屋内ライドコレクションで検索検索。土曜の夜の生放送、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉、おがちゃんに学べ。マスターくんのマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。はい、今週もパーソナリティの応募の犠牲になったマスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わってまいりましょうということなんですね。はい、うん、さあ、今日は心が乾いているんだというですね、選曲テーマのもと、ですね、今回もマスター君がですね、よりによってですね、えりすぐりの曲を送っていただいたわけですけれどもですね、さあそれでは、ハマちゃんの方から今日はマスター君からのメッセージをご紹介いただきましょう。はい、お願いします。それではメッセージ紹介します。はい、アニメボッチザロックのオープニング曲でございます。これね、中学校の頃からずっと一人で延々と練習してきたので、腕ギターテクニックを持ちながらも、いわゆる陰キャ、コミュ障女子のため、バンド活動に憧れる女子高生、後藤ひとり、通称ぼっちちゃんの物語でございますと。でね、このぼっちちゃんの書く歌詞には、現状を変えたい、変わりたい、でもどうしたらいいのかわからないという、鬱屈した気持ちだとか、またキラキラした陽キャの青春を否定しながらも、そんな光を求める相反した心情が吐露されていて、こう青春を渇望する陰キャの心の叫びがとてもよく表現されていると思いますと。なるほど。いい表現ですね、これね。ちなみに、作中バンド、結束バンドのアルバムが、上半期ビルボードジャパンダウンロードアルバムチャートで首位を獲得するなど、推しの子の、YOASOBI、映画ザ・ファースト・スラム・ダンクの10フィートなど、今や J-POP ではアニメに乗って世界に認知される時代になったのだなというふうに感じておりますということでいただいております。ねえ、だけどマスター君の紹介も素晴らしいですね、これ。素晴らしい。そうですね、センス溢れる。もう素晴らしい。いや、もうすごいんですよ、この人は。聞いてみたすごいですね、毎回。こんなコメント、なかなかプロでもできないですよね。そうなんですよ。びっくりした。本当に。ある種、読書オタクなところがあるんでね。なるほどね。じゃあ、CD の帯とかね。書く、あれも見てほしいですね。すごいね、いや、普通になんか音楽雑誌のライナーノーツとか書けると思う。いやいやいや、本当に本当に素晴らしい。はい、そんなお仕事もお待ちしてますということで。マスターさんのね、マスター君の仕事ここで見つけてあげてどうするんだ。ちゃんと仕事やってんだからね、この人ちゃんと。やっぱちょ、新しい、ね、可能性が広がるかもしれないですからね。そうですね、はい、ということで、ボッチザロックね、ということですけども、まあね、あれだよね、こういるよね、あの、まあ、陽キャ、まあ、大概さ、その軽音部とかにいるのって、まあ、陽キャが多いんだけど、そうだね、たまにいんのよ、あの、陰キャが。いや、お前なんかバンドやるって感じじゃなくないみたいなの。いるのよ、いるんだけど、いるんだけど、あのなかなかね、あのすごいもの持ってたりするんですよね。だからまさにそういう感じなのかなっていう気がしますけどね。はい、さあということで、じゃあそろそろ曲いってみましょうかね。はい、ちょっとハードル上げすぎるとちょっとやめられてしまうと困るので。そうそう、常にやめたいって言ってるからね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。やめちゃダメですよ、本当に。はい、でください。はい、はい、ではそれでは聞いてください、マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。結束バンド、青春コンプレックス。
まれて笑顔。オールナイト埼玉月1パーソナリティのえっちゃんです。オールナイト埼玉ではポンコツな感じの私ですが、メインパーソナリティを務めている姉妹番組の笑顔の港では安心感たっぷりにお送りしています。毎週月曜夜9時夢の種放送局東日本第一チャンネルでお待ちしています。どっちの私も聞き逃しちゃダメだぞ。土曜の夜のトークセッション、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉ビップルーム。はい、当番組名物のゲストコーナー、オールナイト埼玉ビップルームのお時間がやってまいりました。はい、本当に久々の、うん、ビップルームということで、徳ちゃんが来た時以来になるんですね。そうだね。そうなんだね。はい、4ヶ月ぐらい空いてる。4ヶ月ぐらい空いてます。うん、本当に久しぶり。ちょうど4ヶ月ぐらいっていうことになりますね。あれ、津田さんはいつでしたっけ。もっと前です。はい、もうちょっと前でしたっけ。はい、そっか、そっか。はい、ということで、歌さんからゲスト紹介をお願いします。はい、はい、張り切っていきましょう。はい、はい、はい、本日のゲストですけど、ハンドメイド作家でラジオパーソナリティでありかつパブリックアドレスという担当を行っております、コレッチさんです。コレッチ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ようこそ。なんか不思議な感じです。ようこそ。あの、ちょっと待って、柴田悦子、こら、お前、はい、俺らがようこそって言うんだったら分かるけど、あの、これ、これ、あなたの番組じゃないんだよ、今日、今日は。そうだよ、そうですよね、すごい。そうだよ、えちゃん。これ、これっちようこそ。おい、初めまして。よろしくお願いします。変動してますね。俺たち置き去りだな。タマちゃんとエンちゃんで。すいません。すいません。失礼しました。なんか変なとこ入っちゃったよ。すいません。笑顔の港暴走してます。すみません。言ったじゃないよ。オールナイト埼玉だよ。今日はオールナイト埼玉のえっちゃんだよね。あ、今日はそうです。はい、そうなんです。はい、暴走してます。もうなんかカオス。カオス。はい、ということで、フレンチさんが黙っちゃった、ごめんなさい。大丈夫、笑ってるだけみたいな。でもね、我々はね、ミカドさんと私はね、あのえっちゃんのほら、笑顔の港で収録行った際の、PA でしたっけ。PA さん、ね、そうですよね。はい、あ、結構、オールナイト埼玉にもゆかりが、うん、そうですよね、歌さんが収録した時も。そう、だから結構、ここに出てるメンバーさんとは直接会ってる方が。そうですよね。ねえ、ねえ、その説はお世話になりました。そうです、お世話になりました。お世話になっております。ねえ、もうね、あの、進行形が増えている。アルコール感をも、そう、持ち込んでね、なんか、すいません。ねえ、ほんと、オガちゃんとミカさんはなんかガソリンを体に入れてから、ね、お酒を飲んでからね、ガソリン入れてきます。あ、そうですかみたいな。そうね。うん、2本取って1本が終わった後ちょっと飲んできます。あ、そうなんですね。あの、その当時は、まあ、今わかんないけど、その当時は、うん、あのスタジオ内で、あの、飲めなかったんです。そうそう、飲食がちょっと控えてくださいね。ダメだったんですね。ダメだったんです。そうなんです。だから、コロナ禍だったって。まあ、ちょっと、なるほどね。そう、ちょっとスタジオ出て、ちょっと、一杯やってきますっつって。なかなかいないですよ、そういうゲストが。そうでしたね。
まあ、僕は一杯やってタバコ吸ってきたんですけど。喫煙しちゃっていいんじゃないですか。そう、そんで、っていう感じでやってたんですけど、もうね、コレッチさんがさ、もうあの、俺らのくだらないトークでずっと笑ってくれてるわけですよ。下席で。ありがたいね。ありがたいですよ。盛り上がりますよね、気持ちが。そうそうそう、うん、その時は我々が喋りすぎたというか喋りまくったから。あのコレスさん迎えてちゃんとコレスさんにあのいろいろ話をしてもらって。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん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 、でその時はねあの、うんコレッチさんもあのパーソナリティをやってらっしゃるっていうのをあの、うんうん、知らなかったわけですよ。後から聞いたわけですよね。あ、そうだったんですね。そうですね、あの、まあ、事前に、まあ、事前にちょっと聞いたような気もしますけど、で、あの、どんな酔っ払って聞いてないからだな。そうそうそう聞いてないありえるわ。で、どの番組なんだろうみたいな感じで、で、ほがちゃんと喋ってて、あ、これじゃね、これじゃねとかっつって、でやってた記憶がありますけど、ということでございまして、ね、うん、そうだよね、終わった後調べてましたもんね、仕事を調べてました、ね、コレッチさんのもガンガン調べてましたね、うん、そんでなんなら ゲストで呼んじゃおうぜみたいな。そうそうそう、リードに勝つ際にそう、なるほど、なるほど、そんな話してたんだけど、あの、ね、うん、そう、2人ともこう、うん、それこそあの人見知りでコミュ障だから、あ、そうそうそう、そう、みちゃんにおりやすい、ちょっと、で、ちょっとと、まあ、あ、うん、あとでちょっとこうやろうかなみたいな感じでやってて、そのまんま月が流れてみたいな感じなんですけど、涼しいとか言いときながら全然2人とも、もう大暴走だったじゃないですか、笑顔だった。あれはもうあのガソリンのおかげだ。ガソリンのおかげ、ガソリンのおかげ、ガソリンのおかげです。それで、そう、それで、はい、もうテンション上げ上げだったんですね。すいません、これってさ、本当にコレッチさんが謝ってくれて、この2人がコレッチさん、本当すいませんでした、本当にすいません、本当にコレッチごめんね、本当にすいませんでした、本当にそうか、それでか、大暴走のあれであのミルクセーキが来たんですね。違う、お土産のミルクセーキ、あ、そうだ、お土産という名の、そうそう、山形の迷惑料かもしれない、山形ミルクセーキ、ミルクケーキね、ミルクケーキ、ミルクケーキか、ミルクケーキ、はい、山形のね、はい、そろそろ行きますよ、はい、そろそろ行きますよ、はい、ということですね、はい、こちらの番、すげえな、これ何分経ったんだよ、これさ、これさ、あの、いや、これさじゃない、この、うん、このコーナーの、違うか、違うわ、このコーナーの、このコーナーの、うん、ですね、恒例、でしてですね、ワンミニッツクエスチョンっていうのがあるんですけども、はい、こちらがですね、あの、うん、1分間で、次々と質問がぶつけられますので、それにですね、もう直感で、パパパッと答えていただいてっていう、ですね、ものなんですけれどもね、まあ、あの最後の質問だけですね、イエスノーじゃないクエスチョンで、入っておりまして、他は基本的にイエスノーもしくは2択で答えられる問題になっておりますので、もうあの1分間しかありませんので、もうあの悩んで、うん、そうだなとか言ってるとですね、質問が 2,3 個で終わっちゃいますので、ということでですね、あのもうパパパッと答えていただいて、はい、はい、ということでお答えいただきたいと思いますけれども、さて、コレッチさん、準備の方はよろしゅうございますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ということでですね、じゃあクイズはね、えっちゃんが読みますからね。そうですね、はい、今回、はい、えっちゃんが読んでくれるということですね、はい、はい、さあ、どんな、ね、クエスチョンが出るか、うふふふふっていう感じです。振りじゃないからね、振りじゃないから、はい、本当になんか、はい、すごい、ちょっとド S の顔が出てまいりましたですから、ね、はい、ド S です、今日は、はい、はい、じゃあ、覚悟させていただきます。はい、はい、はい、それでは参りましょう。ゲストの人となりを丸裸にしてしまうかもしれない、コレッチさんへのワンミニッツクエスチョン。昔から手先は器用な方だ。イエス。一言で言うなら陰キャ陽キャ。
わかんない。わかんない。はい、じゃあ次。わかんない。はい、ない。はい、じゃあ自分は視覚コレクターだなと感じる。もう。お。自分の声には自信がある。へー。の。うん。お。自分は情熱的な方だと思う。イエス。うん。演者とスタッフ、今楽しいのはどっち？スタッフ。お。アテレコするなら、子供キャラ、大人キャラ、どっち？子供キャラ。お。自分も2時間の生放送ラジオにチャレンジしてみたい。イエス。イエス、お。あー。ぶっちゃけ、えっちゃんはライバルだと思っている。ノー。お。終わり。だから1分だって言ったじゃん。はい、あと2問あります。はい、じゃあ言って、言って。はい、はい。で、オガちゃんとミカドに言いたいこと、聞きたいことがある。ん？言いたいこと？言いたいこと？そんなに。ありますか？Yes or Noで。はい、言いたいこと。浮かぶないからな。うん、あ、じゃあないね。ないね。でも、ない。ないね。はい、じゃあ。はい、で、はい、で、はい、では、最後の質問です。うん。はい。自分を動物に例えると何ですか？動物？なんだろう。はい、ね、すぐ浮かぶないよ。どうしよう。やだ。さてさて例えるなら、あ、でも象かな。象、うん、はい。あ、なるほど。はい、ということでは。はい、質問以上となります。はい、1ミニッツクエッションなのに2分かかってしまいました。はい、ということしかも1問分かんないですね。いや、分かんない。初めてかもしれない、分かんないが。いや、でもね、あのね、えっちゃんね、読むの遅い。うん、なんか、そうなんですよ。ゆっくりな感じが。確かにちょっと、そう、丁寧に。丁寧だったね。丁寧だったね。はい、うん、はい。はい。もうちょっとスピードを持って頑張りたいと思います。はい。さあ、ということでございましてですね、うん、むさしって何？昔から、うん。手先は器用な方だ、これイエスとお答えいただいてますけど、コレッチさんあれですもんね、うん、あのハンドメイドやられてますもんね、うん、そうですね、もうなんか、うん、昔というか私おばあちゃんが編み物の先生やってるから、うん、結構小さい頃に、うん、なんか編み物を教わったりしてるので、なるほど、そういうのがもともと好きですね。あなるほど、やっぱりまあまあ器用というよりはまああの好き、あの身近にあって好きだったっていう感じなんですかね。強いですね。あ、なるほどなるほどなるほど。手先だとね、器用になりやすいですね。うん、手先でやるから。まあでもね、手先器用じゃなかったらガマ口作れないでしょ、だって。そうだわ。ガマ口。確かに。そう。でも私がやってるのは縫わない。ので本当に創作感覚です。布に比べたら全然簡単です。確かにね、あの縫わないガマ口ってね、縫わないガマ口、そう、縫わないガマ口で確か R がついてんだよね、そうです、商標登録されて、考案した先生がそう商標登録しているので、作り方があるんだけど、縫わないガマ口の認定講師かなんかなんでしたっけ？そうですね、先生講座を受けて、ワークショップができる、資格というんですかね。そういうのがあるんですね。まあ、自分は資格コレクターだなと感じるはノーとおっしゃってますけど、結構いっぱいその認定講師の資格とかいろいろ。なんだろう、資格って言っても、その なんだろう、公的な資格、履歴書書けるような資格っていう意味ではないかなっていう。ああ、そういう意味ですね。うん、まあ確かに自分がやりたいこと、好きなことに関して突き詰めてった結果、あのそういう、まあ、資格がついてきたっていうような感じなんですもんね、きっとね。そう、なんか資格を取る、まあ、一時期資格とか取るので勉強しようとかいう時期はあったけど、今はそういうのはないなって。あ、これすごいですね、これでも今ちょっとえちゃんの見たら、あ、はい、すげえ、うん、すごいんですよ、釜口すげえ、
そんなに反応がいいとは思わない。本当、ガマグチかわいい。足場犬とかあります。花柄のコインケースとか、めっちゃかわいい。確かに。うん、僕も浜口なんでちょっとガマ口いいなと思って。ちょっとここ似てる。ここすごい。浜口ちゃった。すみませんでした。あーもう今日面白すぎんな。だから浜口もきっと売り出されてますよきっと。明日からガマ口。浜ちゃんの顔が。そうそう顔が。縫わない浜口。そう。なんで縫わない。ガマ口健二でお願いします。浜ちゃんの顔のガマ口健二。ダメだよ。ガマ口健二とか言ったら金の匂いがしてきちゃうからダメだよ。確かに。献金お待ちしますね。おいおい。こら。お前政治家なんだぞ。すいませんでした。おれさん黙っちゃったじゃん。すいません。これゲストコーナーなんだよ。すいませんでした。黙っちゃった。ゲストか分かんないような本当ですね。で、まあ、ちょっと どんどんいきますけど。まああの。うんね、コレッチさんはあの、まあ、PA さんが本業じゃないですからあの本業っていうかあのメインじゃなくてあの、まあ、ちゃんとご自分の番組もお持ちなわけですけどもでもあれですか、自分の声には自信がある、こっちはノーというふうにお答えいただいてるんですけど、自信はない、ただ、まあ、褒めてもらえることは多いけど自信があるかってとこなんて、ああ、謙虚でいらっしゃいますね。そうですね。うん、いいお声ですよね。そう、いいお声ですよ。本当に貴重的なお声されてますよね。で、かつては声優を目指してらっしゃったこともあるんですよね。はい。まあ、きっかけはちょっといろいろあったみたいですけども、あれですか、演劇かなんか、やられてたんですか、あの、高校とかその、学生時代、高校生の時は掛け持ちで演劇部も入ってました。そうなんだね。演劇は、すごい小学生の時に興味あったけど、なんか部活、4年生だと部活動が始まるんで部活系なんで面白そうだなと思ったけど、あの手作り部の方に惹かれてそっち行ったって。なるほどね。でもやっぱり演劇には興味を持たれててっていうことなんですね。ですね、興味あったけど、中学校でも演劇部あったけど、顧問の先生が好きじゃなかったからやめた。すごい大事。なるほどね。わかりやすいな。いやだってなんかあんまなんかね、苦手な先生がやってる部活って行きたくないじゃないですか。まあまあ確かにそうだね。で、だから、で、なんでその演劇部、演劇やられてたけども、結局、声優に興味持たれたのっていうのは、なんでだったんですか、なんか、その時その顔出しとか、そういうの、顔出すっていうか、なんかこう、好きじゃなくて、でも、中学生の時に、体育の先生に、声いいよねって褒められたことで、まあ、そうなんだと思って。なんか見た目とか自信ないけど、あ、声なら私褒めてもらえるんだって思って、そういう時に声優って職業があるって知って、なるほど、あ、声だけで頑張れるんだって思って、なるほど、単純なところですよ。あ、いや確かに。でもやっぱきっかけって大事なんですね、やっぱね。そうですよね、若い時のきっかけってね。そうだね。やっぱね、あのいろんな人に話聞いてても、やっぱりこう、誰かに褒められて、あ、いけるかもって思ったのがきっかけですっていうの結構多いもんね、やっぱり。だやっぱね、まあ私もそういう仕事してるわけですけど。そうだね。だから僕ね、自分の一言がね、あのもしかしたら、あのこの子たちの人生変えちゃうかもしれないっていう意味ではね、あのすごくやっぱ責任重いなと思うけども、ただそれで萎縮しちゃってもしょうがねえなみたいなところはやっぱあったりするんでね、
なんかね、そのやりたいことを引き出せる先生とかがね、いるんで、やっぱ、それは理想よね、やっぱね。確かに。先生に巡り合うかどうかもね、まあ、運というか、知れないけどね。そうなんですよ、運なんですよ。本当にそう思いますね。やっぱ、運って大事だよなと思いますね、本当ね。はい、ということで、まだまだね、あのお話聞いていきたいんですが、ちょっとここでブレイクを挟ましていただきたいと思うんですが、はい、こちらは、えってちゃん。あ、はい、私ですね。あの、今日は、テーマが、何でしたっけ心が乾いてるんだという自分で読んでなかったっけさっき読んでましたよねあのさ君さ、はい、気抜きすぎだよ今日はちょっとすごいグデタマなんですいませんグデタマグデタマタマはいどうぞどうぞはいというのでなんか遊戯王 の、あのアニメのオープニングテーマだった曲がなんかちょっと今日のテーマにも合いそうだなと思って選んでみました、うん、まあねフィールドオブビューはね、うん、あの、うん、僕の青春の1ページ、うんうん、あそうなんですかいやだから俺らがその高校とか大学の頃からいたバンドですからね、うんうんうん、あそうなんですねフィールドオブビューは、うんうん、君がいたからとかねうん、そういう曲あるんですそうなんだ、はいうんということで今回はもちろんそれじゃなくて、はい曲がこちら、うん、ああなるほどね、うんうん、っていう感じですけど、うん、そうですね乾いた叫びもう言っちゃったけどはい、はいということで、はい、じゃあ曲、はい、改めて曲紹介の方をお願いしたいと思いますはいフィールドオブビューで乾いた叫び聴いてくださいはいはい、聞いていただいております。フィールドオブビューで乾いた叫びでございます。はい。うん。もう歌詞がまたこう自分を振り立たせてくれるような素敵な曲だなって思うんですよね。そうですね。うん、いや。爽やかですね、なんかね。ねうん、懐かしいですよ、もうフィールドオブビューはね。っていうことで、乾いた叫びか。なんかこういやなんかねタイトルがさ、はいうん、タイトルがなんか懐かしいなって感じするんだよね最近あんまりこういうタイトルの曲ないじゃない、うん、確かにうん、うん、ねえなんか熱い感じですよねちょっとそう直球で来る感じ直球でもう、はい、火の玉ストレートみたいなのしますよ、うん、はいということでございまして、うん、まあいい曲でございましたうんはい、聞いていただきました、うん、フィールドオブビューで乾いた叫びでございましたということですがさあ、うんでは、トークに戻っていきたいと思いますけれどもですねコレッチさんのですね、はい、そのはい、コレッチさんがその声優を目指されてた時期があったということを、まあ、今ももしかしたら目指されてるのかもしれませんけれどもでちょっとね、あの当てれこするなら子供キャラ大人キャラどっちっていう質問を、させていただいたんですけど子供キャラというふうにお答えいただいてますけども、なんか大人って言ってもいろんなのがあってどうなの難しそうと思ったからあなんか子供とかだとなんか元気にとか、なんか無邪気な感じやってるの楽しそうかなってそうですね、うん、まああくまでもその僕別にアニメ詳しいわけではないんですけれども、まあ、一般論としてやっぱりこうそのいわゆるアニメ声みたいな感じの方っているじゃないですかもちろんいますねそのアニメ声の方ってその大人役ってあんまできないんですよね、うん、やっても様にならないというかう、うん、でまあ、子供キャラって逆に言うとそのやりやすいところがあるんじゃないかなっていう気がしてるんですよ僕個人的にですね、うんうん、大人キャラよりもそうですね、うん、なんて言うんでしょうね大人を演じるってすごく難しいんじゃないかなっていう気がするんですよ顔出しのあれとは違って声だけで大人を演じるって
なんか どういう設定があったりするんですかね、あれって。なんか、ね、あるんですかね、役作りの時。役作りというか、こういう役をやってくださいみたいなのってあるんですか、設定が。どうなんでしょうね。そうなんだろう。うん。だって、ね、コレッチさんも別に、その、実際に声優の世界に足を踏み入れたわけではないんですよね。養成所行ってはいましたけど、あ、行ってらっしゃったんですね。そこ、そこ止まりですね。そういうのって課題とかあったりするんですか、課題というか、こういうのやってみたいなやつ。ありました、エチュードとか。そういうなんかこう、設定でやるとか。ああ、そうなんだ。あとは演劇のワークショップ、まあ、いわゆるアトリエ公演も込みのワークショップがあって、うんうんうん、そういうのは受けたことありますけど、うんうん、大人っていうか、その時やった役がおばあさんの役で、おばあさんの時に、なんか声を作ろうとするっていうか、まあ、低く出そうとかなんかやるけど、そういうことよりも感情入れれば自然とこうおばあさんに聞こえるんだ、見えるっていうか聞こえるよっていうのを言われたことありますね。あ、時代の方にやっぱそうなんでしょうね、あの作るっていうよりは なんかこうあの自分からにじみ出てくるものみたいな、あ、気持ちなんですね、うん、声で作ろうと思うとなんか、うん、つまんないみたいなのは聞きますね、やっぱ薄っぺらいというか作り物感が出ちゃうんでしょうね、きっとね、いや深いですね、そういうとこもね、経験とかほら、ね、感情移入ができないとちょっと難しい感じかもしれないですね、だ演劇もや演劇も多分そうだと思うのよ、やっぱ、うん、やったことないけどさやったことないけど多分そうだと思うわけ、あのほら、ね、俺の同級生に女優もいるからさ、あ、そうですね、やっぱそうなんだろうなって思うのはありますよね、コレッチさんって、あ、ごめんなさい。あ、いいよ。いいよ。はい、演劇も、養成所も行きつつ、なんか演劇のなんかそういう団体っていうか、劇団も確かやられてたんでしたよね。劇団には入ってなくて、その、あ、そうなんですね。そうそう、養成所行ってた時の、うん、ああ、客演みたいな感じ。ああ、そうなんだ。一回だけ客演というかその知り合い捨てでオーディションを受けて、うん、舞台の公演出たことはありますけど、うん、でもお客さん集めるのね大変ですよ。おーみたいね、おーみたいね、あの奥山のとこも大変だって言ってたもんだって、そうですよね、役者って大変だなと思いましたもん、そうですよね、だって奥山なんて何でもやるんだから あいつ、すごい、これもなんだっけ、全身タイツだっけ、そうそうそう、あいつはそうそう、あいつはそのシアターキューブリックの衣装全部やってるからね、うん、ああ言ってた言ってた、うん、衣装は全部やってるって言ってた、だから何でもやらなきゃいけないのよ、確かにね、集客もそうだしスタッフ側も全部ね、そうなんですよ、そうですね、劇団さんだと ね役者だプラススタッフサイドも掛け持ちですもんね、そうですね、だそういう意味で言うと、コレッチさんはその演者とスタッフ両方今やってらっしゃるわけですけど、そうですね、はい、うん、で今楽しいのはスタッフっていう意外だった、結構意外だった、意外、うん、もちろん自分の番組で話す、うん、まあ、話すっていうのも楽しいけれども、うん、なんかスタッフやってる楽しさが強くなったし、うんうん、あとは何年か前までは舞台とか見に行くといいな、うん、私もやっぱりやりたいなって思う方が強かったんですよ、うんうん、でも、うんうん、今年入ってみた時に舞台見る時に、うん、あそこ立ったら楽しそうってよりも裏でスタッフさんどんな動きしてるんだろうって方に視点がいったんですよ、演出家っぽい、あと思って、その時にあ私そういう舞台に立つよりもなんかサポートする方が今好きなんだなって思って、うん、なるほどなるほど、うんうん、まあ確かに、まあ我々が行った時しか僕、まあ、知らないですけど、うん、あの、うん、まあ小川ちゃんと2人でも行きましたし、あ、そうね、私1人でも行きましたけど、あ、そうでしたね、うん、まあなんか楽しそうにピーやってらっしゃいましたね、うん、そうですよね、いや分かんないです、内心ではどう思ってるか分かんないですよ、アルコールどうすか何やってるのこいつらみたいな感じかもしれないけど
いやでもこっちとしてはすごいありがたい、ね、確かに、うん、ありがたいんですよ、ね、もうそうやって、ね、もう、ね、そう言ってもらえるのすごい嬉しいし、うん、それってやっぱ自分自身がパーソナリティ側もやってるから、うん、その時にも PA さんがそう例えば一人語りしてる時に間がどのぐらい取っていいか分かんないって時に PA さんがうなずいてるのを見ると話しやすかったっていうのがあるから、うんうん、あーなるほどなるほどなるほど、私がやる時にはなんかリアクションを取るとかうなずくとかすることで直接喋れないけど、うんうんうん、パーソナリティさんやゲストさんが話しやすく会話が楽しくなったらいいなって、うん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 、だって声そう声出せないからもちろん声出てないんですけど、うん、なんか、ね、ゲラ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 笑ってる乗ってきますよね、そう、ありがありがてえなーと思って、そういうとこもあるわけですけど、でパーソナリティもねもちろんやってらっしゃって、うん、で、はい、あのね我々にアンケート答えていただいて、その2時間やるってどうなんですかみたいな、うん、そう、なんか毎週それをコンスタントに続けていくわけじゃないですか、うん、すごいなと思って、うん、まあなんでしょうね、好き勝手やってもう見てもらえば分かると思いますね、本当に好き勝手でも毎週その時間を空けるわけじゃないですか、空けますね、うん、はい、2時間っていう時間を、はいはいはい、仕事とかありながらやってるってすごいなって、うんうん、それを3年続けてるって、そうなんですよね、まあ、あの僕は割と時間が読みやすい仕事なのでいいんですけど、うん、あの、ね、おがちゃんはね、時間読めないような仕事してるんですね。あ、僕も暇だから大丈夫ですよ。本当かよ、嘘つけよお前、暇なわけねえじゃねえかお前、うん、暇なやつはさ、あの仕事、あの番組休まないよ。ロス回とかありますからね、やっぱね、それはしょうがない、ね、うん、まあまあ、でそうですね、だからでコレッチさんも2時間の番組やってみたいですか、うん、なんかだろ、その続けるかどうかは分かんないけど、そういうのもチャレンジとして面白いのかなって、うんうん、あ、もう、うん、あれですね、スキーチパーソナリティ枠もありますから、そう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 よかったらね、あのよかったら、あの全然あの2時間いていただいて、あの自分のコーナーも持っていただいてみたいな、まあ、今日これからほら、あの、あとコーナーあるから、うん、出てもらったらどうかな、うん、まあね、あの、うん、まあ、そのまま行っていただいても全然、うん、あの、ね、お時間が許せばですけどね、時間は大丈夫です、はい、はい、じゃあ、ね、お残りいただいて、あの、ね、適当なところでこう、うん、はい、というふうに思ってますけど、で、あとそうですね、あの、まあ、ぶっちゃけえっちゃんはライバルだと思っている、これはノーって本当ですか？これもむずなんか質問の意図をどう捉えるかというのが変わってきますね。ね、そうね。もうなんか警戒心がすごくないですか？答えづらいですよね。なんかね、いや、なんかどういう風に聞いてんだろうって、私的にはそのやっぱ同じ、うん、ね、そう。うん、ラジオでやってる仲間っていう感覚が強いから、ね、ああなるほどね、なるほどね、私もです、なるほどね、うん、あれ、うん、横のつながりとかあるんですか、パーソナリティ陣の、うん、そうですね、うん、うん、でもなんか時々交流会とかはコロナ禍前とかは結構よくあったりしたんですけど、うんうん、あ、そうなんですね、最近はオンラインの懇親、うん、ズームの懇親会ですね、うん、そうなんだ、そうですよね、あれ、お二人仲良くなったきっかけって何ですか、仲良くなった、仲いいですよね、多分ね、あ、仲いい、仲いい、なんか悪い人もあのさ、小川真面目にさ、真面目にどぎついことぶち込むなよ、いや違う違う違う、ほら、なんかどこでつな、あの、こう、そうそうそう、あの、なんか、仲間が出たかっていうね、そうですよね、そうそうそう、うん、もうそれこそ私がスタッフで、うん、えっちゃんの番組を担当したところから、うんうん、そうですよね、PA でこう入ってくださったところから、うん、ね、うん、それ、そういうことで、ね、うん、それで同じ月曜日ですねって、チャンネルも一緒ですねって、そういうことか、そうなんですよ、うん、な感じです、あ、
確かにね、そうですよね、もうやっぱりねパーソナリティ夢の種ってもう800人超えでいるんですけど、その中で日曜日とか同じチャンネル、まあ同じ曜日の方が、うん、そう同じチャンネル同じ曜日っていうと親近感がすごい湧くんですよ、うん、確かにそうですよ ね、うん、じゃあカラーシーナの方もなんかまあね、はい今のちょっと待って、今の何？いやいやいや、対応してもらっていいですか？いやいやいや、今の何？今の何？次に次に進みたいで入ってきたの、いやいやいや、すいません。そうそう、笑顔の港のね、あの前後の方に、テーマがすごいとんがったテーマ、そうそうそう、それか、それか、ちょっと聞こうと思って待ってるとカラシナの方から聞いちゃうからうんうん、そういう意味です。そうそうそう、面白いですね、えっちゃんの前がハイテンションな方で、次の方がちょっとスピリチュアルな方で、そう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 、でなんか見つけちゃうんですよね。でそんで、そっからもう何人か減るとあれですよね、コレッツさんの、そうスマイルがマイルという番組ですね、うんうん、番組覚えていただきありがとうございます。いや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 、スマイルがマイル覚えやすいですよね、今度そこまでね、聞かせていただきます、ここね、ぜひぜひ、遅いけど起きてたらぜひ、いや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 、本当にですね、はい、ということでですね、まあそろそろねお時間がっていうことなんですけども、最後にあれですね、まあコレッツさんの番組の、告知をね、していただければと思いますけれども、はい、改めてですね、ありがとうございます、まあ、ちょいちょい言ってますけども、ご本人そうそうそう、そうですね、はい、えっちゃんと同じく夢の種放送局の東日本第一チャンネルで月曜日の23時半から30分間スマイルガマイルという番組を行っております。なので月曜日はえっちゃんの番組聞いた後ちょっとご飯食べるとかお風呂入るとかして、うん、ぜひお布団に入りながら聞いていただけたらと思います。うん、流れ、ね、素晴らしい、素晴らしい。まあ、本当に私も何回か聞かせていただいてますけども、もうやっぱね、そろそろ眠くなる時間にね、もう聞いてるともう本当に、ね、癒しの声がこう、そうね、入ってくるわけですよ。そうですよね。本当に。あ、もう今日も。安らかに寝られるなみたいな。安らかに言っちゃわないでください。大丈夫。そのまま起きませんでしたみたいな。行ってらっしゃいみたいな。行ってらっしゃい。いやいや行ってらっしゃいよ、それ言っちゃったから。そうそうそう。いやいやいや。違う国に行っちゃったんです。違う国へ行っちゃったんです。最悪だなおい。ということでございましたけれども、はい、ということでまだまだお話をお伺いしていきたいところですけれども、それでは最後にですね、コレッツさんからリクエストいただいていた曲をご紹介していただきたいと思いますけれども、コレッツさん、これはどういうあれでリクエストをいただきましたか？はい、私その声優志望だってことで、声優で林原さんが好きで、もうね、すごいよね。90年代からでもアニメとかすごい好きで見てたし、ラジオも聞いてたしなんですけど、曲も作詞もされるんですけど、すごく心に響くことが言葉が多くて、まあ、今回リクエストした曲も、もう CD、シングル CD が8センチの時代のなんですけど、なんか結構古いんですけど、じゃあ僕らの世代だな。もうなんか2000年より前のそうですけど、 ね、それでも今聴いても心に染みるようなのが多くて、で特にこの曲ってそのサビの部分で自分が主役のドラマで、その人生とかないで自分が主役だよねっていうところが出てきて、なんだろう、疲れた時というか、なんか元気がない時に心を潤してくれるようなだなってところで、なるほど、選んでおります。他にもね、いい曲があるんですけど、そうだね、林原めぐみさんはね、まあ、あれですかね、やっぱエヴァのね、
綾波と、あとは、うん、うん、綾波と、あとはそのコナンの、うん、灰原哀の、あの感じが定着しちゃってますけど、でも、はい、僕ら世代、あの、僕今年45歳ですけどもね、あの、僕ら世代から言うとですね、うん、あの、ランマ2分の1のあの、女ランマですね。うん、林原さんといえば。ですね、あとはスレイヤーズのリナ・インバース、うん、そう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 、うん、その辺だったんで、あの逆にあの結構激しめキャラ、そう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 、だから、うん、あの逆にね、あの綾波的なあの感じっていうのはあの意外だったんですよ僕は。あ、そうなんだ、ね、あ、確かに、うん、え、林原めぐみがこんなキャラみたいな、うん、そんな感じだったんですけど、まあとにかくもうアイドル声優ですからね林原さんもね、ですね、はい、もう曲もすごくいい曲いっぱい出してらっしゃるので、ということで、聞いていただきたいと思います。じゃあ、曲紹介の方をコレッツさんからお願いします。はい、ではお聞きください。林原めぐみで Just Be Conscious です。はい、コレッツさんでした。コレッツさんでした。この後のコーナーも引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあちゃっかりおります。はい、お願いします。お願いします。お願いします。千葉県の珍スポットならまやかし展覧会、秘宝館やアメリカン雑貨、その他何でも展示されています。みんなまやかし展覧会に来てジャンボちゃんに会おうよ。館長のジャンボちゃんです。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。50年の人生で酸いも甘いも噛み分けた男が今宵語る話は全て実話である。ケンジ浜口の滑らない話。はい、はい、埼玉市が誇る笑いのエンターテイナー、はい、ケンジ浜口。はい、どうも皆さんこんばんは。どうもどうも、お待たせいたしました。今日も始まりましたケンジ浜口の滑らない話でございますけれどもね。はい、いや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 、もうね、ね、いや、まあ、いや毎回ですね、もう本当に、はい、あのいろんなですね、本当に滑らない話をですね、持ってきていただくんですけど、そうですね、まあやっぱり、うん、あの政治家なんで滑るわけにはいかないなっていうことになりますですね。まあ大事ですね、やっぱり。はい、そうなんですね。そうなんですよ、もう滑る落ちるは禁句ですから、ね。そうなんですよ、ちょっとね、4月の選挙であまりにも疲労しまして、先月ちょっと疲れてましたけど。そうなんですよ。だいぶ復活しましたんでね。そうですね。よかったですよ。もうなんかあの、まあ、あのね、話には確かにね、うん、あの話は面白かったし、でもあったんですけど、あの、他のところで全然ね。ちょっとね、もう油断してましたね、もう。もう本当。ふとすると眠くなっちゃうような雰囲気だった。そうそうそう。はい。すいませんでした、もう。もういいよ。あれ、ケンジ浜口ってこんなに喋らなかったっけみたいな話だったんですよ、ね。いや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 、もう今日は全開ですけどもね。あ、よかった。キレッキレですよね。最初からキレッキレですよね。そうですよ、ね、しかもですよ、しかもですよ、今日はなんと、うん、はい、インコの話ですよ、インコ。インコ絶対面白そう。数ある中で、数ある面白い中では、インコの話をわざわざ持ってくるっていうね。そう、いや、これはね、気になるよ、俺。気になるよ、なんだろう、ね。もうなんかさ、会話でもしたのかな、はい、なんだろうね、あのさ、
動物をかましてあるっていうだけでも、なんかさ、こう、ハプニング要素満載なわけでしょ。そうですね。うん。で、しかも、それがね、インコでしょ？インコです、インコ。鳥だよ。鳥。で、まあ、インコはまたね、まあ、ものにもよりますけど、ね、種類によってはね、昔昔喋るやついますね。リアルピーちゃんピーちゃんが おじいさんが芝刈りでちゃんとか言ってそうそうおじいちゃんとおばあちゃんはみたいなめっちゃなんてねだもうそれだけでももうねハプニング要素満載なわけですけど、でどんな話になるのかっていう。いや実はですね昔ですね、はい、私、はい、川口市に住んでたんですよね。川口、はい、実家は川口なもんですから、でマンションの5階に住んでたんですよ。あ、なるほど。実は実家でインコを飼ってたんですよね。セクシーインコ。セクシーインコって言ったかい。セクシーインコですよね。でね、そのね、インコを飼い出したのも、訳がありましてね。まあ、名前はムーコっていう名前だったんですけども。すごい。名前の付け方が。ムーコを飼い出したにもね、ある、とあるハプニングがございまして。はいはいはい。実は兄貴がですね、南浦和の山田義塾っていう塾に通ってたんですよ。名前出さない方がいいのかも、ね、山田義塾っていう塾に通ってまして、そこのですね、ベランダにですね、ベランダって、はいはい、ベランダっていうか踊り場っていうのかな、なんかそういうところに、インコを見つけたと。いうことでですね、そのインコをですね、捕まえたらしくて、辞書のカバーに中入れてですね、でこうセルテープで貼っつけて、なんかインコをうちに持って帰ってきたんですよ。まあ、どっかから入れるんだ。どっかから逃げてきたやつなんですかね。逃げてきたのかわかんない。それでまあ、辞書のカバーに入れてきたので、まあ、最初なんかこう、洗面器なんか入れてたんですけど、出して、で、かわいそうだから、ちょっと鳥かごを買ってこようっていうことでですね、またまあ、うちの前にですね、なぜかホームセンターがあったもんですから。なぜかじゃねえよ。あったんだよ。ホームセンターがなぜかあったので、そこで鳥かごを買ってきましたと。で、鳥かご買いに行ったらですね、やっぱりそのホームセンターインコ売ってましてね。やっぱり生きなどかわいそうだろうから、ちょっと、インコってオスは鼻が青いんですよ。で、このインコの写真撮ってってたので、このインコ、オスですかメスですかって言ったら、オスですって言うから、で、じゃあ、ちょっとメスを買ってあげようかなと思って、メスを一匹、その、2000円ぐらいだったかな、白いメスを買ってあげて、その鳥かごとメスを買って、そこに、ムーコを入れて、で、まあ、つがいになったわけですね。はいはいね、つがいになったのね。ほんで、まあ、つがいになったのはいいんですけど、僕、もう小学生で、で、まあ、インコ飼ったよって言ったら、友達がじゃあ見に行きたいって言うから、はいはいはい。もう来たわけですよ。小学校4年生ぐらいの時かな。まあ、それはね、5年生ぐらい。はい。まあ、みんな興味津々だろうから。みんな興味津々でインコ飼ったって、みんな見に行きたいって、これ来たわけですよ。ほんで、当時僕はよくわからなかったんですよ。そのまだ5年生ぐらいだったから。だけど、その、ムーコにしたらですね、まあ、久しぶりの女子と会ったわけですね。そのムーコ的にはですよ。久しぶりに女子と会ったから。女子と会ったわけですね。もう一話のね。はしゃいでたんだと思うんですけども。はいはいはい。僕らがもう4人ぐらい、4、5人でこう見てる中で、ずっとその、ピーコって言うんですけど、その女子は。ムーコとピーコ。そうそう、ムーコとピーコね。その、おすぎじゃなかったですね。おすぎです。ピーコの背中に乗るわけですよ。あ、乗るんだね。乗るんだね。乗るんだね。ほんで、もう僕らは何してるかわかんないんだけど、まあ、おかんがすごくそれを見てこう嫌がってですね、ムーコをピーコの背中から下ろす。下ろす。下ろすとまた乗っかる。
またおろす、もっかるおろすっていう数をしてて、うん、だから僕らその当時よく分かってないから、なんで背中に乗るんだろうねなんて話をしながらですね、うん、そういう風になことがあったわけです。あで、ね、その友達が帰った後に、ね、なんで背中に乗るのって話をしたらですね、おかんが、うん、いやもう私は恥ずかしかったと、だから、うん、それで翌日僕が学校行って帰ってきたら巣箱がついてたわけですよ。巣箱はい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 だからそういうあの恥ずかしくないようにしてあげたんでしょうね。その巣箱がついてたわけですよ。まあ、です、ね、で巣箱がついてたんです、うんうんうん、でまあ巣箱がついていて、でまあピーコが出入りしたりムーコが出入りしたりいろいろしてたんですけど、まあそのうち、うんうん、なんかこうピーコが出てこなくなったから、うん、なんだろうなと思ってたら卵を温めてたんですよ。卵をね、早速でパカッて開けると 6個ぐらい卵があって、ピーコがほらこっち見ないでみたいにコンコンってやりに来てですね、うんうん、でまあ6個卵があって、ああこれは子供が生まれるかもしれないぞと思ってですね、うんうん、ほんでまあちょうどね、まあ夏ぐらいだったんですよ。うん、で夏ぐらいにピヨピヨっていう声がするから、ピヨピヨで生まれたんですよ。6匹生まれたんですよ、ね、うん、全部ちゃんと帰ったんですね、うんうん、6匹ならない感じで生まれてきたわけですね。いやいやいやあんま面白くなかったけど、あんま面白くないし6個はしね、生まれて、ですごい可愛いから、そのうわーってこう巣箱から出してこう、うん、もうこう鼻のとこ持ってきたら、むっちゃ臭いんですよ、その匂いは。だからもう汗かいててもうみんなむっちゃ臭いから、もう落としちゃうぐらい臭いんですけど、はいはい、まあでももうとっても可愛いのが生まれてきたわけですよ、うん、で、まあもう、うん、手乗りインコみたいに、まあ、手に乗ったり肩に乗ったり、うん、もう、まあ、生まれた擦り込みみたいな形で、もう肩に乗ったり頭に乗ったりするようになって、そう、すごい可愛らしくて、うん、だけど、ね、で巣箱がずっと置いてあったから、うん、いや、これね、インコってやっぱりわかんないから、うん、もうそのうちね、なんか、兄弟とかで子供作っちゃったりするんですよ。うん、あ、でだから本当はね、それも分けないといけないんだけど、もう巣箱の鳥かごが少ないから、もうしょうがなくて、もう入れとくとどんどん増えてきちゃって、うん、増えますよね。それが 2匹が8匹、8匹が15匹とかなって、うん、すごいね。ネズミさん方式で増えていくんですね。本当に、うん、でも 20匹ぐらいになっちゃったんですよ。たった 1年ちょっとで。鳥屋敷じゃねえか。ほんでものすごい人口密度が高くなって、もう埼玉県蕨市みたいになっちゃったわけですよ。人口密度日本一で、うん、それでしょうがないから、もうでかいカゴを買いに行ったわけですよ。もうでかいカゴ、そりゃそう、もう要はそのなんか鳥屋さんみたいなでかい縦長いやつを買ってきて、はいはいはい、もうそこで20匹以上いてですね。まあ、だけど、やっぱりだけど、外で交尾するのもいるから、またでっかい巣箱を買ってきたりとかしてですね。うん。ほんで、まあ、餌代も場合にならないんですよね。それでもう、糞もするし、もう、なんかこう、ちょっと、ほんと、なんか、動植物園みたいになっちゃって、なんか、そうだよね。で、もう、最大、38匹まで増えたんですよ。まあ、だからもう正確に数えてないんですけど、もうだから普通のブランド買えるようなあれじゃなくて、鳥屋じゃん、もう。鳥屋じゃなくてですね。でもどうにもならなくなっちゃって、母ちゃんにいろいろ相談して、もうこれ以上増えたらとてもじゃないけど買えないってことになっちゃって、そうだね。どうするどうするってなって、ちょうどうちって、目の前が、ホームセンターなんですけど、向かい側の逆側が遊水地公園になって、ちょっとこの森さん森みたいなとこになってるんですよ。うん、あ、なるほど。はい、つまり、ね、そこに話すの。母ちゃんが、もう、いや、僕は嫌だって言ったんですよ。嫌だって最後まで言ったんだけど、うん、母ちゃんが、もう、もうパカッて開けて離しちゃったんですよね、全部。38匹。もう全部離しちゃったんですよ。全部。
これは大変だ。これはどうかなと思ってたんですけど、まあだけど森になってるから、うん、まあ、木の実もあるし、うん、まあ、まあ、なんとか生きていけるのかなっていうふうに僕は悲しく思ってはいたんですけども、うん、でまあそれからまあ1年以上かな、まあまあまあ、うん、こんなことあったねとか、なんか、まあ、いなくなったいなくなったで寂しいねっていういろいろ話をしてたんですよね。うん、で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、その、うん、マンションですからね、隣に、うん、ベランダがこう、ちょっとつながってるわけですよ。はいはい、はい。なんか、あるときに、ちょっと洗濯物取り込んだときに、うん、隣になんか、鳥籠が見えたんですよね。うん、鳥籠がちょっと見えたんですよ。鳥籠が。あれ、隣に鳥なんか飼ってたかなと思ったんだけど、うん、で、よくよく耳を澄ますと、うんうん、なんかもうちょっと聞き覚えのある声が、うん、あれ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 と思って、うん、で、よーくちょっとベランダ越しに見たらですね、うん、なんと、うん、ムーコがいたんですね。帰ってきた。それでですね、そこに、その、僕はもう中学生になってましたけど、その時に、その、小学5年生の子供がいまして、うん、ほんで、あれ、鳥飼ったのって言ったら、うん、山田ミルクのベランダで、うん、捕まえたって言ってて、はい、いやー、なんだ、もう、ループですかこれ。で、いや、よく僕テレビで激レアさんっていうの好きなんですけど、うん、例えば、うん、一生に、うん、2回引かれたことある人とか、なんかそういうなんかそういうのやってるじゃないですか。はいはいはい、はい、うん、いや、2回その同じ場所で捕まるインコっていうのいや、本当だね、見たことねえなっていうふうに思って、押し込んだ方がいいですね、テレビ局。へぇ、ね、そういうことがございましたというお話でございました。いや、本当にあれですよ、まあ、はい、これは昔のこととはいえですね、はい、あれですよ、真似しちゃいけませんよ、動物は最後まで責任持ってね。そうです、もうちゃんと ね、はい、動物愛護法にもそのように書いてございますから。そうですね、うん、今はダメですよ、今はもうね、もう、はい、絶対ダメですからね、はい、本当に。まあでも、なんかこの話を聞いてて、うん、私も同じようなことあった、うん、えぇ、ー、あったの、あったの、そうなんですよ、うん、なんか私も小学校の時にインコじゃないんですけど、獣歯松っていうちっちゃい子の獣歯松ですね。うん、でつがいで買ってきて、うん、飼ってたらすごい増えすぎちゃって、たぶん私も30匹とか、増えちゃって、そんなつながりある、うん、で鳥かご2つぐらいに増やして飼って、おじゃあ同じ話じゃないの、全く同じじゃん、うん、そしたらちょっと小学校の友達にちょっと分けようか、プレゼントしようかみたいな感じで、うんうん、で、うん、あげたっていうかね、渡ししたんですよ、うんうん、でそしたらちゃんと飼ってくれてるかななんて思ってたら、うんうん、その子に今どうなってるのって聞いたら、うん、鳥が逃げちゃってとか言って、うん、逃がすなよみたいな感じでそしたらなんかその子の近所に私の、うん、親戚が住んでるんですけど、うんうんうん、たまたま親戚の家に行ったら獣歯松飼ってて、うん、でなんか親戚のおじさんに聞いたら、うん、なんか庭になんか行ってさ、それ捕まえてるんだ、絶対友達が逃がしたって言ったで飼っててっていう、なんかそういうなんかねことがあって、今すごいなんか共感してくれたのね。共感しながら聞いてました。これあるあるなのかな、まあ、全く同じ話じゃんそれ。鳥あるあるですね。鳥あるあるある、ね、リスナーの皆さん、ちゃんと動物は飼ったら最後まで飼いましょう。そうですね、そうですね、最後まで飼いましょう、そうですね、本当に、はい、
よろしくお願いします。はい、お願いします。悪質な場合、悪質な場合は法に触れる可能性がありますね。そうですね。逮捕までありますよね。逮捕まで。そうそう。勝手に捕まえてもいけないですからね。そうですね。はい、ああ、そっか。そうですよ。あの、本当にね、まあでも、まあ、日常的にはそういうことあるんでしょうけれどもですね、あの、うん、悪質な場合は罰する可能性がありますね。はい、ということでお聞きいただきたいと思いますという、はい、ということでございますですね、はい、面白かった、うん、今回はありがとうございます、本当に山ちゃん、もう本当にね、はい、インコの話でございました、はい、もうよかったよ、もうなんかさ、もうあの交尾しだしたみたいな話が出てきた時にはどうしようかと思いましたけどね、もう本当にね、本当にね、もうインコの話じゃなくてインポの話なんじゃないかみたいな、わお、わお、はい、ということで。はい、しょうもねえやつだわ。お後がよろしいよね。お後がよろしい。よろしくね。よろしくね。よろしくね。はい、じゃあ、お清めの意味を込めてね。はい、清めの意味を込めて。清めの意味を込めてですね。そうなんですよね。あの、はい、やっぱり砂漠といえばですね、うん、こう砂漠といえばじゃないだ心が乾いてる心が乾いてるというとですね、うん、まあ、あの砂漠もあるじゃないですか、うん、でこう砂漠っていうのは、うん、まあ、雨が降らないっていうのがやっぱありましてね、うん、昔あの、うん、ある僕がね、あの浪人の時に聞いた話は、うん、あのあるアフリカの部族がですね、うん、あのもう 雨が降らない砂漠にいて、うん、でもね、あの雨乞いをするんだと、踊るんだと、うん、で、この絶対に雨が降らないと言われる時でも、この部族が踊ると絶対雨が降るっていうことを聞いて、うん、イギリスの研究家がね、気象研究家がそんなことないからって見に行ったんですって、うん、リアリズムのあるよ。そしたらね、あの研究家が帰ってきて、いや実は本当の話だったって、あ、その現実的な科学者がそう言って帰ってきたと。で、なんでだなんでだって調べたらね、うん、はその雨降り族は、うん、雨が降るまでずっと踊り続けるっていう話なんですよ。うん、だから、雨が降るまで諦めるなっていう話だっていう話がありまして、それで私、浪人時代それ乗り切れたっていう、そういう話なんですけども、はい、もうなんか、今日、焦点じゃないんだよ。とさ、うん、すいません。いや、うまいです、ね。はい。はい、まあ、雨つながりですね。雨つながりして。うん、で、あの、はい、しかもこれ最後の雨ちゃんだって。もうこれで終わっちゃうんじゃん。そうね。うん。はい。はい、聞いてくださいませ。はい。中西康氏の最後の雨です。どうぞ。はい。仕事、ライフスタイル、地域、教育など、さまざまなテーマでトークを展開しています。夢の種放送局の笑顔の港、パーソナリティの柴田悦子です。笑顔の港は、毎回多彩なゲストさんをお招きして、リスナーの皆さんの心を潤しながら、自分らしく出向してもらえる30分間をお届けしています。月曜夜9時、夢の種放送局、東日本第一チャンネルにアクセスしてくださいね。土曜の夜のあなたを笑顔に、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。藤井教授のてっちゃんスタイル、オッパンガンナムスタイル、オッパンガンナムスタイル。はい、月一でお送りします、てっちゃんのてっちゃんによるみんなのための鉄道の楽しみ方スタイルを提案する藤井教授のてっちゃんスタイルのコーナーです。このコーナーでは鉄道初心者のオガちゃん、ハマちゃん、そしてエッちゃんがてっちゃん会のご意見番藤井教授をお迎えして、素人にもわかりやすい鉄道の楽しみ方てっちゃんスタイルについてお伺いしていただき、お伺いしていきます。あー、惜しい惜しい惜しい、なんと、はい、すいません、よろしくお願いします。そうね、はい、私とハマちゃんとエッちゃん、はい、はい、はい、聞こうかなと思ってたんですけど、コレチさんもね、はい、残っていただいてるんで、コレチさんも今日は、もし、はい、可能でしたらコレチさんも一緒に、うん、ぜひぜひ、うん、
入っていただければと思います。はい、じゃあ入らせていただきます。ごめんなさい、大丈夫、ミュート解除しちゃいます。はい、お願いします。お願いします。ようこそ。お願いします。ようこそ。鉄道はなんか詳しかったりします？詳しくはないですね。詳しくない。だからどっちかというと初心者。うん、あ、初心者、はい、みんな多分ほぼ初心者なんで、そう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 、そんなね、あの素人にもこう分かりやすく説明してくださる方らがいらっしゃるんで、うん、はい、楽しみにいただければと思うんですけれども、うん、はい、ね、あとえっちゃんはね、ちょっとさっきワンミニッツで結構ゆっくり喋ってたから、はい、今回ちゃんとなんか丁寧に早く読もうとして最後ちょっと滑りましたけどね。そう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 、最後滑った最後は、はい、そんな感じになっちゃいました、ね、はい、いけそうなところであっってなっちゃってすごい叫びが聞こえましたもんね。はい、歓喜の叫びみたいな感じですね。そうそう、笑顔の港では見せないね姿が多分大量に出てくると思って、そう、ちょっとムンクの叫びみたいな顔なこれ多分あのエッチャーのね変貌ぶりにちょっと、はい、あの驚くこともあるかもしれないですか、はい、そうですよね、はい、お付き合いくださいませはい、じゃあそれでは早速お呼びしましょうということで、当コーナーのご意見番、足立鉄道学園大学教授で鉄道旅行評論家としてもご活躍の藤井教授です。本日もよろしくお願いします。はい、こんばんは、藤井です。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、ベッチさんがいる、嬉しいなよろしくお願いします、うん、ちょっと本題に入る前にコレッチさんがいるから話すると、うん、はい、うん、うん、あのコレッチさん調布にお住まいだっていうのはもうオープンになってるからいいんですけどね、はい、そうだね、調布だ、調布から新宿まで路線バスがね6月の日曜日だけ走ってるっていう話は信じます？日曜日だけ、うん、まあそういうのがありますので謎々を置いて謎々いや、はい、あの本当の話です。明日と来週の日曜日しかもう走りませんので、あ、そうなんですね、もうレア、もうレアな、6月の日曜日4日間しか走らないという、あの後でこっそりじゃ教えしましょう。はい、はい、そうですね。はい、じゃあまあそれはバスの話じゃなくててっちゃんスタイルなんで鉄道の話でいきます。そうですね。今日はどんなてっちゃんスタイル？はい、今日はスペーシア X という来月7月15日から東部の浅草、はい、日光鬼怒川を走る新しい特急電車のことについて、うん、さらっと紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、今まあ走ってるのがまあスペーシアという特急電車がまあ浅草とそれから新宿ですね。はい。からあのまあ日光鬼怒川の方に走ってますけど、まあこの電車が、平成元年から走り始めてる電車で、もう35年かな、うん、結構長いですね。そうなんですよ。だから、もう、多分、コレッツさんは生まれてるかもしれないけど、まあ、間違った。ハマちゃんも生まれてますよね。ハマちゃんもすごい生まれてます。すごい生まれてます。すごい新しい表現。ハマちゃん、2人、6話ぐらい生まれてる。うまい。ねえ。そう、ただ、ね、小田さんとえっちゃんからすれば、うん、もう先輩ですね。だからそう、先輩になるんですよ、うん、大先輩。もう、はい、そろそろっていうところもあって、うん、まあ、東武鉄道が、まあ、新しいスペーシアということで、うん、まあ、スペーシア X というのを、うん。はい。やっぱり東武のあの、フラッグシップ、まあ、ね、うん、宣伝、もう、一番豪華な、電車なので、うん、うん、もう1年以上前からこれ宣伝してるんですよね。なるほどね。もう去年の7月15日からもうツアーは売ってるんですよ、これ。早っ。そんなに早く。もうそれぐらいなんか力を入れてる電車で、うん、それがいよいよ来月の15日、3連休の土曜日から走り出すと。うん。いうところになりました。
はい、はい、知らなかったですね、楽しみですね。そうなんですよ、うん、で、まあ、話すると、まあ、いろいろ細かい話とか出るので、うんまあ、今回は座席のバリエーションについてちょっとお話ししようかと、うん、座席ですか。座席です。大きく分けると6種類あるんですよ。そんなに、うん、そんなにあるんですよね。同じ電車の中でですよね。そうなんです。一両、まあ、6両、まあ、6両なんですけど、電車は、うん、6両の中で座席が6種類あると。1両ごとに違うとこなんですか。いや、それがね、そうでもないんです。あ、違う、はい、で、まあ、まあ、普通の JR で言うと、ほら、普通車とグリーン車っていうのがあるじゃないですか。はい。まあ、それに該当する、まあ、普通車に該当するのが、まあ、スタンダードシートという。うん。なるほど。これが、まあ、3両ついてます。はい、はい。で、それから、グリーン車って言ったものが、プレミアムシートっていう名前で、あ、いいですね。これが、まあ、1両。ついてます、はい、うん、でもまだ2種類で4両もありました、ね、はい、ね、ここから先なんですけど、まあ、うん、まず今のスペーシアにもあるのが個室。ああ、個室あるんです。4人部屋があって、すごい。そうなんですよ。もうそれでさえ今でもまあ人気あるんですけど、うんうん、この同じ4人部屋の個室がコンパートメント、うん、という名前になって、4つ部屋が設けられます。あ、4部屋。はい。なんか、長距離のね、電車とかに多いイメージですけどね。そうなんですよね。そうですね。やっぱり2時間ぐらいなんですけどね。うんうん、ただ、これやっぱりほら、ワイワイガヤガヤやるとか、うんうん、あとそれがお子さん連れですよね、小さいお子さん。すごい重宝する。確かに確かに。4人だとちょうどいいかもね。ですね。そういうのがあります。で、あとそれから、今回新しいのが3つ出てきまして、はい、まず1つがボックスシートと。まあ、ボックスシートって言うと、まあ普通のまあいわゆるJR でいう、ね、クロスシートで、これ向かい合わせになるシート。うん、ありますよね。あ、そう、2×2 みたいな感じ。そうそうそう、そう、うん。で、それが、一人掛けの座席が、お互い向いてる。お、一人掛けが、カップルみたいな感じで。そうそう、お互い向いてて、それで座席が2つ。はい。で、それが両側にあって4つ。おお、4席も受けられます。なるほどね。あ、ペアシートみたいな、そういうことですね。まあ、そうかな。まあ、自分と、例えば、コレッジと、二人、お互い、依頼して座ってくれます。あれ、どういう関係だっけ。三田さんとコレッジさんみたいなね。富士教授、漏れてます、言葉。欲望、欲望って感じ。欲望っていうか、それもちょっと、法的説がどうかわかんないけどね。欲望っていうのも、欲望。まあ、歌を狙ってたみたいな。歌さんとコレッジさんだもんね。うん、これ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 じゃなくて、ね、友達同士とかでね、うん、そうだね、うん、壁があるんですよ。ちょっと座席に、うんうん、座席にちょっと簡単な壁があって、あ、はい、まあ、それでまあ、通路から顔は見にくいっていうふうには、ああ、なるほど。なんか半個室みたいな感じかもしれないですね。まあ、そうですね、若干若干な、なるほど、なるほど、まあ、そんな感じの座席が4つ、4席設けられます。なるほど、なるほど。はい。で、あと、これから2つがあれなんですけど、1つが、コックピットスイートという。このリアが実は一番の売りなんですよ。一番前にあるんですか？と、一番前で、うん、浅草側。はいはい。運転席の真後ろにできて、定員が7人。7人 ?7 人。限定だ。結構広い。ソファーなんですよ、これが。ソファー？あ、本当だ。すごいね。です。そのソファーも、
自由に変えることできるんですよ。はあ、へー、なるほど。あの乗ってから、だからじゃあ例えば丸くしようとか、はいはい、ね、みんなじゃあ、外向こうとか、窓を向いて座ろうとか、こういうことが自由にできるんですよね。これは個室なんですか？個室じゃない。個室です、これ。あ、個室なんだ。はい。あ、すごい。そうなんです。ですから、もしかしたらですけど、うん、例えば、オフ会ですよね。オールナイト埼玉のオフ会みたいな感じ、うん、確かにね。すごい。で、うん、で、ここの部屋を貸し切、まあ、貸し切るっていうか、この部屋を買って、うん、はいはいはい。うん、7人でガヤガヤするっていうこともできる。うん、ちょっとこれ、みんなで行きましょうよ、これ、これ。そうですね。いいですね。じゃあ、浜ちゃんにちょっとツアーキャラクターやってもらって。あ、そう、ツアーと。私ね。もうミスばっかりしますけどね、私。やめてください。入りだけ。通過してるとかやめてください。通過してる。すごい楽しそう。で、まあ、ここまでは、あともう一つあるんですよ。うん、あ、もう一つ。スペシア X の売りを先に持ってきちゃったという。うん、もう一つあって、うんうん、これがね、コックピットラウンジという。もうラウンジ、ラウンジもあるの。で、これは、個室じゃありません。で、要は4人掛けの、まあ座席っていうのかな、やっぱり、普通の応接の椅子、ああ、ソファーみたいな。ソファーですよね。それが4人掛けの4人のソファーが3つと、2つのソファーで、だからボックスみたいな形でお見合いするような感じの、2人用が3つあるんですけど、はい。一番の、てっちゃんの推しとしては、1人用っていうのがあるんですよ。一人用が二つあって、はい。一番前向いてる。一人用の二つが、そう、一番前にあるんですよ。へぇ、つまり、一人用の座席に座ると、運転席の後ろなので、うん、そっか、誰とも顔合わせなくて、前だけ向いてない。景色が見えるんですよ。なるほど。ああ、一番前でね、いいですね。今のロマンスカーみたいに、ああ。まあ、運転士越しにはなるんですけど、うん、展望席になる。ああ、なるほど。贅沢ですね。そう、これが一番人気になるんじゃないかと。なるほど。あ、そうなんだ。うん。一人用だし、うんうん、だからグループとかだと無理だけど、一人で乗る人とか、うん、で、だから例えば多分もしかしたら自分のような人とか、うん、ミカドさんもだし、うん、もしかしたら、えっちゃんもかな、ハマちゃんもこれっちもかなっていうような感じでもう、うんうん、あ、僕違うな。展望できる。おがちゃんもね、全然展望してもらっても、だからもしかしたら7人のコックピットツイート撮ってるのに、一人はそこに個人までいるとか、そういうことも寂しくないですか。いや、展望は見てるだけで楽しいですから。あ、そっかそっか、楽しいぞーとかっていう、そんな感じで、一人一匹狼の人がいるんですね、っていうような。写真とかもね、撮ってる人とかももしかしたらいるんですね。そうですね。っていう感じで、うん、以上6つのバリエーションがあります。面白い。お値段とかってでも結構するんじゃないですか？値段は、どのぐらいするんだろう。ちょっと調べてもらいたいところがあるんですけど。はいはいはい、わかりました。まあ、スタンダードシートの値段を基準にしますと、うん、これがさっき最後に言ったそのコックピットラウンジの、はい、方の座席ですよね。はい。プラス200円。そうなの？プラス200円？はい。で、コックピット、だからコックピットラウンジの椅子が1個で200円だと思っていただければいいです。へぇー。そんな安いの？はい。意外と
よすぎる。お財布に優しい。リーズナブルなんです。リーズナブルなんですよね、これ。ああ。なんだ。予約しにくいんですかね。多分、すごい予約しにくいと思う。でしょうね。なるほどね。で、コックピットスイートがいくらだと、1万、一部屋が1万4000円ぐらい。そんな安いの？意外と。意外と安いんですよ。あの、部屋から見たら、ね、いけそうですね。値段なんですけど、確かに確かに。7人で割ったら、そうでもないんじゃないかなって。ねえ、安い。うんうんうん、ちなみに、今の一部屋の個室が3000円台なんですけど、はい、だから4人だから、うん、1人を割ったら1000円しないんですよね。1人。安い。結構安いんですよ。確かに。うん、だから、うん、あの、ちょっと、あの、ハードルがちょっと高いぐらい。あのお金の面だけで見たらちょっと高いんだけど、うん、倍率はすごいと思います。まあ、そうだね。だから、すごいな、まあ、今年は、まあ、電車2本、2編成って言って、まあ、2つしかできないので、はい、多くても1日4往復なんですよ。あ、うんうん、ただ、来年になると、ちょっと時期わからないんですけど、あと2本作られますので。あ、そうなんですね。ですから、もうちょっと本数が増えますので。なるほど。うん。だから、今年はちょっとわかんないけど、来年になると少し倍率が低くなるかなって。なるほど。乗りやすくなるかも。かもです。かも。うん。今も作ってますから、新しいのは。ああ、すごい。ということで、まあ、軽くさらっと、まあ、座席6つの、ね、うん、バリエーションの話をしまして、まあ、最後に、さっきのコックピットラウンジの車両。うんうん、で、ここに前のとこですか、はい。そこの、ちょっと後ろ行ったところに、カフェラウンジっていうのかな、うん、売店みたいな場所ができますので、うん、はい、うん、そこでビールとか、最高。なんか、そのビールもなんか、時期を入れて作って、開発したみたいなんで。いいな。へぇ、まあ、もちろん飲んでないからわかりませんけど。そうね。面白いな。すごい。もう、本当にもう、一番のね、東部のもう、押してる、売りたい、もう、ね、その気持ちがよくわかるという。そうですね。うん。ということで、ぜひ、まあ、このね、皆さんの、ね、スケジュール、調整して、うん、ハマちゃんに頑張って、ケンねえ、すごいわ。ね、ぜひぜひ、できたらと思います。ね、そうですよね。ありがとうございます。素晴らしい。という話で、まあ今日はさらりと、さらりでもないけど、さらりと、スペーシア X のことをお話ししました。はい、藤井教授、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな乗ってみたいですね、これね。乗ってみたいですね。そうですね。ね、本当にぜひ乗りましょうよ。はい、そうですね。ね、で4周年記念とかで、そうそうそう。例えば、日光の方行ったら、あれですから、例えば、ホテルでカラオケやるとか。ああ、いいですね。旅行、なるほど。楽しそう。ね、渓流釣りができるかもしれないし。おー。ああ、釣り部もできちゃって。釣り部もできる。カラオケ部もできる。あらら、なるほど。すごい。確かにね。うん。ちょっと競馬だけはないかもしれないですからね。競馬はちょっとないから。競馬中継の YouTube で勉強する。惜しい。競馬だけはね。ちょっとね。はい。都内戻ってきてから行けばいいかな。今日の映像を見て学ぶみたいなね。あ、合宿みたいな。ね、ありがとうございます。そういうことで、まあそういうことができるといいな。そうですね。お迎えの提案まで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、そろそろ。ありがとうございます。今日はね、そろそろお時間ということなので。はい。コーナーの最後は藤井教授のセレクト曲で締めさせていただきましょうかね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、まあ今日はね、
砂漠とか、心が乾いたとか、はい。っていう、まあ、だその選曲テーマ、なんでこんな選曲テーマなのっていうところ、だろうって言うんですけど、まあ、ここまで来て最後の、まあ一応私は最後だと思ってたんで、この曲が。はい。ね、だから、そんな心からもうちょっと前向きに進もうよと。うん、なるほど。そうそう、もううち、乾ききったんだからもう乾ききったらもうあとはもう前に進もうと。はい。という意味で、まあ、あと私のこれからの前に進むことも込めて。うん。うん。まあ、今日はこの曲を選びました。なるほどですね。はい。じゃあ、電車も。ください。そうですね、はい。電車も前に進みますからね。そうですね。そうですね。じゃあ、お聞きください。ゆずで行こうです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。変な食べ物好き集まれ。私パクが会長を務める謎フード考案委員会は会員を募集中。甘口パスタ、ナポリタンサワー、草屋パフェなど変な食べ物を一緒に食べよう。変な食べ物をまとめた本の電子書籍も販売中です。詳しくは謎フードで検索して謎フード会長のツイッターをフォローしてね。おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。はい、いや、エンディングというわけですけれども、はいはい、ここで、リコッタさんからリクエストが来ておりますので、うん、はい、流させていただきながら、エンディングということになっていきたい、と思いますけれどもね。なんで噛んだんだよ、今。ちょっと、ということですけども、はい、ラジオネームリコッタさんからリクエストいただきました、はい、浜崎あゆみで、モーメンツ。こちらを聞いていただきながらのエンディングということで初めてですね。そうですね。はい、メッセージも来ておりますね。はい、うん、入らなかったんだよ。なかなかね、今日は難しかった、今日は難しかったんですけども、じゃあメッセージの方。はい、この方の曲は闇の部分や葛藤を歌詞に書いていて心に刺さりますと。最近は歌手としての話題が少なくて残念に思うこともありますが、心が乾いた時に聴きたくなりますということでいただいております。うんうん、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。リコッタさんにはね、本当助けられたもんね、えっちゃんね。助けられましたね。もう、癒されました。ね、たくさん笑ってくださるんですよね、そう。そんでね、この間ですね、おとといぐらいかな、ちょっと私、野暮用で、おふくろに電話したんですよ。はい、はい。で、その時に、まあ、用事が終わってね、用事の話が終わって、じゃあねって切ろうとしたら、おふくろがね、さあって、リコッタさんだっけ？リコッタさんさ、もう癒し声でさ、すごく良かったからさ、また出てって言っといて。よく休んだ方がいいな。うん。帝の母親激推しっていう。いや、確かにそうだったもんね。いや、本当に本当に、ね、聞いてて分かった、それ。癒し声だし、ね、なおかつね、ゲラだしな、あの人。いや、なんかもうずっと笑ってくださいますよね。私たちの話、そうそう、何でも笑ってくださって。そう、もう神。神うん、まあ、その意味ではもうあれですよね、コレッツさんもそうなわけですけど、そう、本当に、ね、いや、コレッツさんにも最後までお付き合いいただいて、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、とんでもないです、いやいや、どうでした、2時間2時間参加してみてどうでした？楽しいですね。こういうなんかみんなでわちゃわちゃ話すの。でしょ？でも、でしょって言っちゃうのもあれだけど、まあ本当に、普段のわちゃわちゃトークをそのまんま流してる感じじゃないですか、我々の。一応ちゃんとコーナーってやってますけど。うんうん、まあね、もう尺伸びてるからね、2時間。そうそう。終わってないから。うん
いや、もう、これがデフォルトなんですよ、我々。本当に。あの、まあ、でも、なんでしょうね。ね、おばちゃんね、我々は一応こだわってはいるんですよね。ちゃんと、往年の、その、オールナイト埼玉的な感じ、あ、オールナイト埼玉じゃない、オールナイト日本的な感じもそうだし、ラジオ番組っていう感じでやろうね。っていうのがね、うんうんうんね、ジングルも増えましたしね、そうジングルも作って、うん、でしかも途中 CM も入れてですよ、うん、挟んでますよね、うん、さんそう、うん、ねだそういうもうなんかこうラジオ番組いわゆるラジオ番組をやりたいよねっていうコンセプトで、うんうん、3年間続けてきたわけですよ、うんうん素晴らしい。いやー、あもうね、とね。もし今日が良かったね、また月一パーソナリティとかっていう形でもお越しいただいて。そうですね、まあ、いやもう最初、まあ、ちょっとおこがましいですけどね、番組持ってらっしゃる方におこがましいですけど、最初アシスタントからでもいいので。めっちゃ引き込もうとしてる。あまあね、天霊がいますからね、えっちゃんがね。そうそうそう。私も巻き込まれましたそんな、そんな巻き込まれて始まったんですね。気づいたら気づいたら今のポジションになってる。すごいすごい楽しくて嬉しいです、うん、本当に楽しい。いややっぱ、うん、いや、うん、楽しんでもらえるっていうことが一番ですからね、うんうんうん、すごい楽しい、はい、うん、そう、うん、楽しくないよっていう人誘いませんからありがとうございます本当に、はい、ということなんですけど、うん、まあ本当にね楽しくですねここまでやらせていただきましてですね、うん、まあこれからもですね、うん、やっていきたいなというふうに思ってるわけですけども、うん、さて、ということで来週が6月最後の放送に、あら、あそうですね、あ違うわ、もう一回あるか、いや来週だけですね、7月1日ですね、うん、その次は。あ、そうですね。うん、あ、じゃあ、このコーナー、このコーナーまずいな。あれだ、もう一個あるわ。もう一個あるわ。ごめん。あ、忘れてた。忘れられたコーナー。忘れてた。忘れてた。え、出られるんだっけ？え？わかんないよ、出られるか。いや、出るよ。出るって言ってる？あ、はいはい、俺念押し本番で来週の、いや俺念押ししといたから大丈夫大丈夫、OK、 ということでですねちょっと待ってくださいね、リスナーの皆さんお待ちください、今ねこちらの男ですね、あの男、わ、台本が、ハマちゃんが読むやつが変わりますからね。はい、そうだから、それを今一生懸命書き換えてたわけです。あ、ダメかな。なぬ僕読みましょうか、じゃあ、そしたら。じゃあ、ちょっと、おばちゃんお願いします。すいません。はい、はい、ということで、急遽変更、来週のコーナー紹介を、おばちゃんからお願いします。おがちゃんお願いします。はい。はい。月1パーソナリティはね、今日も話出ました。ミカドさんの同級生で俳優、奥山静香さんが登場です。の、はい。そして、はい。ここ付け加えた部分ね、コーナーパーソナリティで、はい、月内男がやってまいります。で、はい。ミカドさんが登場します。はい。泉さん。はい。いや、確かにね、おがちゃんの器具もわかる。本当に来るのかって。そうね。そう、今月どうかなと思いながら。いや、だって2ヶ月連続キャンセル食らってるから、俺。ああ、そうなんですね。はい。ということでね、うん、お送りするコーナー予定ということで、はい。はい、まずはですね、まあ、泉優さんなんで、もちろん、泉優クラブサマータイムございます。はい。いやーもうね、あるよ、やっと開きますね。あるよ。あるよ。じゃねえか。ヒーローのあれ。デレッデレッ。懐かしいな、おい。
誰も伝わってないかもしれない、これ。伝わってないよね。伝わってない、ね、ちょっと一応笑っといた。一応笑っといた、ね、知らないの僕知ってるよ。田中洋二さんがさ、あるよって言ってよ。あー、後で調べます。あるよ。番組終わったら流しますか、じゃあね。うん、そうだね。はい。で、続いてですね。はい。奥山さんといえばこのコーナーです。奥山ラジオ劇場。うんうん、ああ、これはね、すごいね。ねいや、ね、あの、先月出てもらった時に、うん、あの、あれはすごかったね。よかったですね。エクニカオリの。あ、そうね。うん。うんでさ、ほら、あの、我々、残酷なことに、ほら、YouTube のさ、その、うん視聴曲線みたいなのが出てくるわけですよ。うんあのね、うん、奥山のあそこのところだけボーンと跳ね上がってた。あーすごい、さすがーすごい、うん、すごかった、うん、もう、うん、もうそこだけなんていうんですかあの、うん、大地のようにこうあの、うんちょっと高くなったり、何回も聞いたんじゃないかな。そうだね。高くなった陸地ができてるみたいな感じの。あー、いいね。いや、あの、瞬間的にぴょんと跳ね上がるっていう、こう、うん、あの、山みたいなピークっていうのはよく出るんですけど、うん、あの、もう、大地上にずーっとっていうのは、初めて見た。あれは何が原因だったんだろうって今でもわかんないんですけど。うん。うんでも ね、やっぱあの朗読はすごい良かったもんね。うん、そうですね。良かった良かった。本当。うん。じゃあ、あの、聞いてください、本当。はい。お願いします。はい。ということで、3つ目のコーナー一応ありますね。はい。はい。おまん神社やりますね。いいですね。出ました、おまん神社でございますよ。大好き、大好き。うん、いや当初ねあの2つの予定だったんでおまん神社って入れたんですけど、うん、ないかもしれないねないかもしれないな予定だからねあくまでね神様時間的にダメだったらカットですそうあの泉優はさあれだからね普通にさまだ喋れるもう喋っちゃダメみたいな10分延長してやってんのにもう終わりみたいなこと言うんだよ神様をカットする番組ですのでそうです神様をカットする番組みたいなことになるかもしれません なるかもしれません、はいうんはい、もんいやでも、はい、でもあのおまん神社への祈祷依頼がいっぱいもうどっちゃりと来てますからおそうなんだ多いんですね。うん、だからやらないとさばききれないのよ。すごいですね。っていうぐらい来てんですよ。うん。だからやりたいんだけど、もうすべてはあれだな、泉優次第だな。はい。どうしてくれと。そう、いや。泉優って。いやだからだ、ね、あのねとりあえずねあのまず出てもらえるかどうかっていうのが。まあそこですよね。もうそれこそ神頼みですよ。もう本当に。お神様にもう。お神様に。人以来、神様に出るよ。出てくれ、出て。そうだね。そう。本当ですよ。江神様に頼まないの。あ、そうそうそう。そうですよ。江神様はね、江神様前、あの、2週間前に出ていただきましたけど、すごかったんで、あれもすごかったんですけど、とにかくですね。で、その他にもマスター君のマスターピースもございますので、もちろんあります。はい。ということで、4本立ての予定ですけど、もしかしたら3本立てになるかもしれない。ということですけど。伝道的ですね。はい、そうですね。はい。ということで、続いて選曲テーマ、来週のね。はい。ということになりますけれども、こちらは歌さんからお願いします。はい。来週の選曲テーマですけど、懐かしいね。うん。うん。ピンクレディ名曲特集でお送りする予定です。はい。こちらはですね、うん、あの、まあ、私が来週台本担当でございますので、放送作家でございますので、うん、私が決めさせていただきたいんですけども、うん、あのね、来週6月20、4日
日ですね。24日、6月24日、UFO 記念日。おお。なんですって。なんで？ね、確かね、その、最初に UFO を発見したとされる日みたいな、そんな感じだったと思うんですけども。最初に UFO を発見。そう、うん。で、だから UFO 記念日ってなってたので、うん、じゃあ、ピンクレディーだ。UFO って、うん。そうそうそう。UFO。で、だから、泉優オーナーに、その、うん、ね、一応、ほら、リマインダーを、うん、あの、うん、もう早めにかけてるわけですけど、うん、で、そこで、うん、あの、ちなみに、あの、うん、特集は UFO 記念日なんで、うん、あの、ピンクレディ名曲特集ですって送って、うん、で、その時に言ったのが、うん、UFO 以外でお願いしますっつって。お、いやだってほら UFO は絶対かけるじゃん。でだからあの殺到する可能性があるから、うん、だからUFO 以外にしといてくださいっていうふうに。泉UFO になるかも。ああ確かに泉 UFO キレキレですね。泉 UFO 確かにいいかも。なんなんだよこれ。本当にこの曲で登場してもらうみたいな。ほんとね、もうコレッツさん弾かないでくださいね、ほんとね。大丈夫です大丈夫です。はい、ということで来週もたくさんのお便りをいつもの Google フォームと公式 Twitter、Instagram アカウントの DM にてお待ちしておりますということですが、うん、はい、そして、はい、週明け、うん、月曜日ですね、うん、はい、21時からは我らがエッちゃんがパーソナリティを務めるオールナイト埼玉姉妹番組、笑顔の種の、笑顔の種、笑顔の種ってなんだよ。夢の種放送。おいおい、すいません。すいません。ちょっと、残念。残念だ。すいません。夢の種放送局。面白い。はい、改めて、はい、夢の種放送局、笑顔の港です。そして、はい、本日のゲスト、コレッチさんのスマイルガマイルは同じく月曜日23時半から放送です。ということで呼んでみましょう。パーソナリティのえっちゃん、コレッチさん。はーい、こんばんは。わー、コレッチさん。イエーイ。イエーイ。これ終わらない。進めてください。永遠と永遠。進めて。はい。進めてください。あ、はい。あ、こんばんは。あの、笑顔の皆とパーソナリティのえっちゃんこと柴田悦子です。はい。それから皆さん、こんばんは。スマイルガマイルのパーソナリティのコレッチです。はい。はい、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 はい。ようこそーって。1時間ほど前にもやったな、これな。本当。改めて、ね、いやでも、はい、ねえ、もう大事ですよ、何回も大事だよ、はい、うん、ということでまずはじゃあえっちゃんの笑顔の港の方から、うん、番宣していただきたいと思うんですけど、はい、はい、この間までみっこちゃんがね、うん、そうなんですよ、うん、そうですね、みっこちゃん会がもう、そう、ね、共同で、うん、みっこ、うん、みっこちゃん祭りつってね、やってますけど、うん、そうですよね、そうそうそう、今ね YouTube チャンネルの方で、はい、そうです、ね、YouTube チャンネルの方で、うん、あのみっこちゃんたちとコラボした、うん、コラボ企画動画ですね、うんうん、はい、そちらの方を一気見という形で、アップさせていただいてるんですけど、うん、この間のみっこちゃんがゲスト、うん、あ、みっこちゃんがその月一の放送の、うん、あの視聴があんま伸びてなかったもんですから、うん、だから、今はですね、みっこちゃん祭りの間は、うん、あの、先週のアーカイブ放送の概要欄から URL をクリックしないと見れないっていう形にしてあるんですけど。うん。なるほどね。あの、一気見で、まあ、うん、まあおそらくあのみこちゃん祭り終わったらあの一般公開をするんですけど多分、うん、うん、でもあのまあそういう形でやってましたけども、で来、うん、次の月曜日ですね、あの2日後、はい、明後日からのゲストは、うん、どなたになるんですか。
はい、同じく夢の種パーソナリティで、フレッチさんと同じように PA スタッフ、音響スタッフなどもやられているすみこさんという方がゲストになります。おお、なるほど、はい、なるほど、はい、すみこさんって、うんうん、あれじゃないですよね、僕が、うん、嫌われた人じゃないですよね、うん、いやいや何をおっしゃってるんですか、そんな、いや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 、あ、遅刻してったやつね、そう、遅刻した時ね、もう本当ですよ。さあ、その方ではない、PA スタッフさんです。ああ、そうなんですね。うん。うんうんうん、そうなんですよ。はい。多分、オールナイトサンタマの皆さんと収録した時じゃない時に、ちょっといくつか、ご一緒することが多い方で。うん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 。はい。で、そうですね。なんかまあ、何のきっかけで夢の種パーソナリティ始めたのか、みたいな話とかもそうですけど。うん、はいはい。なんか、うん、帰国子女で、結構アメリカでの生活を、その小さい頃とか、高校生の頃とか、なんか経験されてた経験も、あるので、なんかその辺の話とか、うんうんうん、なんか、どういうふうに当時過ごしてきて、で、今に至ってきたのか、みたいな話とかを、ちょっとこう、聞かせていただくような内容で収録しました。なるほど。はい。うん。ねえ、また、ちょっと、またあれですか、うん、真面目な感じの話になるんですか、うん、あ、いやー、なんかね、ノリが、結構すみこさんこう楽しい方で、うんうん、あ、じゃあいいね、じゃあいいじゃないですか、うん、なんかすみこさんえっちゃん、えっちゃんが硬いよねっていう話をずっとこうしてたんですけど、そう、もうそうなんですけど、うん、じゃあよかった、うん、はい、じゃあいけるじゃん、すみこさん、そう、すみこさんがなんか30分じゃ足りないよ、3時間ぐらいありますよねとかって、そういうノリの方です。3時間ぐらいで語りきれないんですけど、うん、なんかあれだね、もうみっこにしてもそうだけどさ、最近そういうゲストが多いね、やっぱね、多いですね、多いね、うん、そうなんですよ、もう本当にね、うん、多彩なこう経験をされて深い方というか、うん、そう、本当すみこさんはいろんなジャンルのことをやってるので、うんうんね、ああそうなんですね、あ、ゴレッチさんもそうですよね、うん、そうかそうか、ね、普段一緒にお仕事されてますもんね、すみこさんと、うん、はい、うん、そうか、いやそれは楽しそうだな、ね、うん、年齢的には、うん、私の多分お母さん世代か、まあ、ちょっと若いぐらいな方で、あ、お姉様っていう感じです。あ、じゃあ結構年齢いってらっしゃる方なんですね。あれ、僕一人で最初エッチャーの番組行った時は、うん、それぐらい年齢の方だった気がするけど、違う人かな、本当、あ、そうかな、もしかしたら、うん、めっちゃ笑った、もしかしたらそうだ、あ、かもしれない。ね、あ、違った。その方がまた違う方かもしれない。また違う。また違うんだよ。また違う。ありますね、やっぱね。お前よ。惜しい、惜しい。惜しい。惜しい。強化が変わります。近かったよ。そう、そうそうそう。によっては分かる。そうですよね。2年くらい前の冬でしたけどね。後で答え合わせしましょう。そうだね。そうだね。はい。ということでございまして。はい、で、うん、じゃあ、続いて、コレッチさんの番組は、月曜日、はい、次の月曜日はどんな感じになるんですか？お、次の月曜日は私、あれです、好きなアーティストさん、応援してるアーティストさんが、6月の29日に、その結成15周年だから、その人たちの話とかを、もう、本当に自分の好きなことを語ってる。あ、いい。あ、いやいや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ちなみにその推しメンは誰なんですか？推しメンっていうか、まあ、インディーズの方なんですけど、埼玉県の所沢市で観光大使もされてるグループで、うん、グループでジェズガーデンさんっていうグループなんですけど、そう、曲も安らく登録したいんだったら、やつだったら、歌ってる方の曲あればかけられるので許可取って、うんうんうん、2曲ぐらいちょっとは、うん、好きな曲を紹介しております。あ、そっかそっか、あれだよね、著作権登録ってか、まあまあ、そうなんです、そう、ジャスラックじゃなければってことなんですもんね、もうね、うん、そう、まあ、ジャスラックのもかけられるけど、うん、後のアーカイブの音源に残せないので、うん、あ、そうね、そうじゃない方が、うんうん、
紹介するにはいいかなっていう、まあ、やりやすいところで。なるほどですね、うん。まあそこら辺の詳しい話もあの後で伺いたいところではありますけどもですね。ね、でもそこのジェイズガーデンさんってなんか、ポレッツさんの番組、ちょっと前にも流れてて、私もお聞きしてた、したんですけど、すごいいい感じの素敵な曲ですよね。うん、でも。ハーモニーが、うん、そう4人組の男性グループなんですけど、ね、ハーモニーが好きなんですよ。うんうんああ、うんね、ジェイズガーデンですね。ぜひご注目を。うん、じゃあ、うちの番組にもジェイズガーデンかけなきゃいけない。確かにいいかも。あリクエストで。そうですよね。はい、ということで、コレッツさんの番組は一人語りの、うんそうですね、構成でっていう、ね。6月後半は一人語りです。なるほど。なるほどですね。いや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 、本当に。あの、あれですよ、あの、コレッツさんも、あの、えっちゃんは、うん、あの、もともとは、その、月1パーソナリティになるっていうのが決まる前は、あの、うん、この、はい、このリレートークっていう、うん、まあ、ここリレートークって呼んでるわけですけど、うん、あの、そこに登場するっていう形で、うん、で入ってきたわけですよ。うんね、あまあまあその前にゲストに呼んだんですけどそれこそ、うん、あのコレッツさんと同じように、うんうんうん、それでもいいですよ次回の本当に聞きねっていう感じそうそうそうあの、うん、ねあの一応まあ日曜日挟んじゃいますけど、うん、あのまあ YouTube に上げるのは日曜日なので、うんうん、まあこれ生放送であの Facebook ライブでやってますがYouTube に乗っけるのは日曜日なんで、まあ、ある意味ちょうどいいわけですよ。うん、リレートーク、うん、リレートーク。そうですよね。ぜひ、あの、うちの番組を使っていただければっていうふうに思いますね。宣伝。そうそう、宣伝。宣伝ね、まあ。まあ、お互いウィンウィンになれるようにですね、ということを思っておりますので、ぜひ、あの、今後ともですね、よろしくお願いしたいというふうに思っております、うん、ということでございますけれども、うん、じゃあ、改めまして、うん、えっちゃんの方から、番組の聞き方と、うん、まずは、はい。お願いします。はい。はい、次回の笑顔の港は、6月の次の月曜なので、6月の19日、そして、その翌週の26日が再放送になるんですが、夜9時から、笑顔の港と、はい、あの、ウェブで検索していただいて、東日本第一チャンネルを聞くって、ポチッと押していただくと聞けますので、ぜひお聞きください。それから、はいはい、それから、はい、はい、これっちさん。はい、その、はい笑顔の港が終わった2時間後に同じく東日本第一チャンネルを聞くをポチッとしていただくとスマイルガマイルがお聞きいただけます。はい。ということで笑顔の港またはスマイルガマイルというふうに検索していただきますと、そちらのページが出てまいりますので東日本第一チャンネルを聞くというところを押していただきますと、うんまあ、これはあのリアルタイムライブストリーミング配信ですので、うんはい、そうですね、そうなんですよね、うんまあ、うちのお袋なんかさ分かってなかったからさもう押したら聞けるもんだと思ってたそうなんですその時間じゃないと聞けないでそうだから俺言ったんですよ言ったのよあのその時間じゃないと聞けないからねって言ってたのに、うんうん、あの、うん、もうしてもなんかえっちゃんの声じゃないんだけど言うないかよ、うんまあ、そういうことそういうことが起こるのではい、まあですねあのその時間にポチッとしていただくということをお願いしたいと思います、うん、お願いします月曜日のありがとうございますはい笑顔の港は21時9時から、ね、夜9時からはい、そして、スマイルガマイルの方は、23時30分、11時30分ですね、うんはいそちら、その時間に押してくださいという、はいねはい、お願いします、ね、ぜひ、はい、いや本当に最後までお付き合いいただいてありがとうございましたありがとうございます
いや、本当にですね。いや、もう、コレッチさんには本当にお世話になっておりますので、もう本当にありがとうございました。ということですけれどもね。いや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 、楽しませていただきました。はい、いや、ありがたいです。はい、ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきたようでございます。あばばんばばんばんばん、アビバロンドンということでございますけども、いやもう本当に楽しくやらせていただきました。もうあの浜ちゃんも歌さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、もう本当にコーナーの時間短くて申し訳ありません。申し訳なかったです。本当にとっても楽しかったですよ。いやそう言っていただけるとありがたいんですけどね、本当にね、コレッチさんも楽しんでいただけましたでしょうか。本当ね、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうえっちゃんも本当に爆裂しててね、今日もね。はい、皆さんありがとうございます。すごい楽しかったです。はい、はい、ということで来週もお楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで今夜も楽しい2時間30分でした。今夜のお相手は、おがちゃんと、みかどと、うたと、あまちゃんとえっちゃんとオレッチでした。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。さようなら。